It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new radio social community with Kini Mansu Tsukamoto Niki. Astano College になりました tbs ラジオからお送りする明日のカレッジキニマンス塚本にきです、えー、今日もよろしくお願いいたします11月3日木曜日今日のバディは環境アクティビストのこの方 はい環境アクティビストアナクションメンバーの黒部むつみですすすよよろろししししくくおお願願いいまま黒部さんね今日もうすでに赤坂の TBS のこちらで、はい、も大活躍されたわけですけれどいや今日はあのお昼ぐらい11時半ぐらいからイベントが始まりまして、うんはい、赤坂サカスの広場で、うん。 サーキュラーエコノミーとか、はい、こう循環する社会ってどういうものなんだろうっていうのがテーマで地球を笑顔にする広場っていうのが開催されていてそれのオープニングトークに出させていただいていましたいやどうでしたか、あのー、マシンガンズ滝沢さん、はい、お笑い芸人でゴミ清掃員をされてる方ね以前もこちらに出てくれたことありますけれどあとタレントの井上咲楽さんと一緒に、はい。 3人でででどんんなトークされたすすか、はい、そうですねこうねこお互いにどんな取り組みしてるかとか、うん、と滝沢さんは自分であの清掃員されてるのでどういうゴミが最近多いとか、うん、あとサーキュラーがテーマだったのでじゃあ今日はこの会場でゴミをたくさん、まあ、ゴミっていうのもあれですけど資源として10種類に分別する。 エリアを設けてるから皆さんもゴミを実際にいろんな形で分別してみましょうっていう話だったりとか10種類ですかはいそうですうちの地域よりも多いですね分別そうなんですよ<ら>それをみんな得でやろうっていう取り組みがあるらしくて、うん、それの導入であの今回はやりますっていう話でそういうのを話したりしていましたでこれ11月6日までやっていてその先はからエコノミーをテーマにした出展もありますし先ほど言ったリサイクルステーションもありますし、うん、あとは こう出演者みんなでいらなくなったもの家にある眠ってるものとかを持ち寄ってもったいない位置をしようっていうのがありまして、はい、これ出演者だけじゃないんですけど TBS で働かれてる方とかが持ってるものを持ってきて無料で皆さん取ってって,ってくださいっていうもうこれ使わないので皆さん持ってってくださいっていうのをやってるのでぜひお時間ある方は TBS の前にある赤坂の。 広場に、探すの広場に行ってみていただけたらなと思います。そうそう、なんかね、しばらく前から、あのここ九階の、うん、あの廊下の掲示板にもね。あのもったいに、もったいない位置やります。あのお家で眠ってるもの、持ってきてくださいって張り紙があって。あ、バザーやるんだと思うんですけど。今ってバザーっていう。バザー。聞いたことある。聞いたことありますよ。<laughs> うん <で>私の子供の頃はなんかこう学校とかね近所の公園でバザーって良かったんですけど最近あんまり聞かなくなったな。確かにこう意味もわかるっちゃわかるんですけど使いはしないかもしれな。<laughs> 振りマとかですか。振りマは使いますね。うん、うん、なんか振りマアプリとかいう言葉をよく聞くから振りマの方が馴染みあるかもしれない、ね。んか昭和生まれとしてはねこうバザーという言葉にこう今でもこう心を躍るところあるんですけどそっかちょっともう時代遅れかバザーは <laughs>。でねこちらの。 えー「地球を笑顔にする広場」まあはい、今日がねあの初日で,初日,で、えー、日曜日6日まで開催されています入場は無料、はい、TBS 赤坂サカス広場ほかで、えー、開催されていますのでこちらね、まあ「もったいない市、はい」無料で持って帰れるものがたくさんあるそうですし他にも、えー、SDGs クイズ 東大王と直接対決できる、うんえー、クイズとかあと SDGs を学ぶサイエンスショーこちらサイエンスエンターテイナーの五十嵐美樹さんと一緒にいろいろ科学実験をしながら SDGs を学べるショーもあります他にもね、まあ、サーキュラーエコノミーを、ままあ、知るためにこう生ゴミコンポスト体験とか、うん、あとはなんかこうミツバチ教室とか。 いろんなことやってるそうですぜひね、こちら TBS のホームページなどからチェックして、ぜひ、はいえー、お休みの日ありましたら、参加してください。きそうなんですよ今日はね、あの祝日だったんですけれど、あの私,私はあのアーバンドッグ、ララポート豊洲の方で、ココリコ田中直樹さんと、岸壁養魚採集家、お魚王子とも言われています、鈴木カリブさんとトークをしてきました。はい、で今日はね だからリスナーの皆さんもねあの何人かがあの来てくださったんですけど、うん、本当に皆さんありがとうございました。で今日はねあの海の生き物をテーマに、えー、トークショーをいたしましてで、まあ、その海の生き物ねこうなんかわいいとかかっこいいだけじゃなくてたくましいところとか、うん、あと、うん、なかなかこう だからその生存そう魚から学ぶ生存戦略みたいなこともちょっとありました<ー>でその様子はねあの来週9日水曜日の、うん、え11時台にたっぷりお届けしたいと思います。楽しみ クロベさんはその多分その時まだエジプトですけれど、はい、そうなんですエジプトから YouTube でもし聞けたらね、はい、ぜひ朝とかに聞こうかなと思います。はい。まあ今日はねまさにそのエジプトで開催される COP27 にフォーカスしていきます。はい、えー。まあ今週は TBSKSDGS プロジェクト「地球を笑顔にするウィーク」としてお届けしていまして、まあ月曜日から今日までさまざまな観点から。 SDGs の目標その13気候変動に具体的な対策をというところにフォーカスしてきました、まあ、ニュージーランドの牛や羊のゲップ税の、うん、法案、えー、さらには、えー、クライメートクロックの、ね、設置を、ね、今このスタジオにクライメートクロックを置いてあるんですけれど、はいまあ、地球のカウントダウンが迫っているよという話もしましたし、うん、他にもね 次世代に雪を残したいと活動されているスキーノルディック複合選手、渡部明人さんのお話を伺いました。そして昨日は、ね、トラックメーカーシンガーソングライターのエルムホイさんにアーティストとして考える気候変動問題などについていろいろトークをしましたけれど今日はです、ねまあ、アクティビズムの話が中心になるかなと思います。はいえー これは日本語で言いますと国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議長い,長いから COP27 で言います、はいえー、そこに明日黒部さんがエジプトに向けて旅立つということで、はい、前回の COP26 が行われたスコットランドグラスゴーに参加された モデルで環境アクティビストの小野リリアンさんとリモートでつないで改めて気候変動に対する具体的なアクティズムそして対策について考えていきます、はいえー、ここで一つ速報が入っていますのでニュースデスク吉沢さんお願いしますはいお伝えします。 防衛省によりますと先ほど北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されました防衛省によりますと先ほど北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射し EEZ ・日本の排他的経済水域の外にすでに落下したものとみられるということです防衛省によりますと先ほど北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射され EEZ 日本の排他的経済水域の外にすでに落下したものと見られるということですニュースをお伝えしました吉澤さんありがとうございました、えー、また引き続き何か新しい情報がありましたらお願いいたします はい、えー、ここで明日エジプトへ旅立つ黒部睦美さんのお話えそして前回の COP26 に参加され今回もエジプトに行かれるフライデーズ・フォー・フューチャー横須賀のオーガナイザーで高校3年生の原裕穂さんのコメントもお預かりしていますそちらも後でねお腹しますので現役高校生がエジプトに行く前の今の気持ち聞いていきたいと思います。 えまあこういった、ね、その気候変動タイムリミット、えー、何をするべきなのかという議論、まあ、いろんなところでされていますけれど、うん、黒部さんは、うん、どんな気持ちで今いいらっしゃいますすかそうですねこうみんながそれぞれできることをやる必要があるなと思いつつなんか個人の CO2 の排出量の削減とか室効果ガスをどれだけ自分が削減できるかっていう自分のこう罪悪感とかやらなきゃっていうよりも,も<う>社会をどう変えていけるか自分の力でどう社会にメッセージを伝えて変えていけるかっていうのにこうフォーカスが当たるようになってほしいなと今思ってます本当にす、ね、べ、あのー、ての、えー、道も一歩からと言いますけれど。うん え今日は皆さんんととと一緒にこんなことにここなついいいいて語り合いたいと思います今日のトークテーマは「それって無駄じゃない?」というちょっとね、あのーまあ、文脈次第ではこうなんか霊障的に聞こえるような言葉であるんですけれど今日は改めて皆さんが身の回りの生活暮らし働き方などなどで考える感じる「 無駄についいいてて、うんえー、教えほしいなと思います、まあ、例えばですけれどお店で買い物をした過剰放送されていた、うんえー、もしくはイベントを企画したお弁当が大量に余ってしまったもしくはこう<る>仕事職場でねこうあこれ次の,次の会議のためにプリントしといておいて50部。 って言われたけれど、十、うん、部しかいらなかった。いやー、ある、あるんだ。あ,るな <laughs> あとはね、その、まあ、安いから爆買いしちゃったという。まあ、洋服でしたり、さまざまなね、こう、日用品の中で、えー。それって無駄じゃないと感じること、どんなところでしょうか。う黒部さんはいかがですか。そうですね、私は、大学で。 夜になると外側にある誰も登らない階段が点灯点灯っていうかこう明るくライトアップされるんですね。うん、いらなっていつも <laughs> <laughs> 思ってるんですけど LINE にも同じようなのが来ていましてラジオネームはあの載せてらっしゃらない方なんですけど「はじ、うん、めましてこんばんはこんばんばは都会あるあるなのかもしれませんが異常に明るい街灯モニターにより消費電力の無駄遣いになるのではと思います」と <laughs> いうのが来ていて。 渋谷のスクランブルコセテンとかね、うん、<大>あんなにいっぱいあってね。ビジョンとかいっぱいありますけれど、うん、あれもねあの東日本大震災のあとからしばらくは消えてたんですよ。うん、そのやっぱりこう東京を中心にね日本各地で節電モードに入っていた時期があったんですけれど、ね、今じゃもうねあの赤赤と輝いていますけれど、うん、まあ,あれもあれでほら経済 活動とししてててて広告を出してお金が回ってるっるわけけなんですけどうんうん、うん、だから今日はあれですねかこれ無駄じゃないかなと思ってでもこういう意味もあるよっていうのがあると思うのでこうあまり批判とかにならないように、まあ、そういう考え方もあるよなっていうのでいろんなアイデア出しみたいなのができたら。 素敵だなと思います。そうですね。うん、はい。えー、私からもう一つえーはい、ロブマチャコさんからです。ポストに勝手に入れられるチラシ無駄だなと思います。確かに。自分が取りたい情報のチラシを自分で持ち帰るのとは違い一方的に入れられる。うん、マンション売買。マンションのえ売、ー、買。塾。 リサイクル買い取り、事務のチラシ、あ、うちと同じだ、全く同じ <laughs>、あと、整骨院の、ね、チラシも入ってますの、ね、で、まあ、それを入れられた側が、再生紙として処分する、なんだかなと思います。すべて紙ならばだしも、宛名のところだけプラ素材の風書もありますので、そこを切り離し、そこは可燃ごみ、他は再生紙。 絶対にそこの業者は使わないとと思思ううのでで逆効果だと思うんですよねうん、うん、えもちろんその情報を知りたい人もいると思うので集合住宅ならばポータルを作ってチラシ寄りたい側はそこにデータをアップ住民は QR コードを読み込んでポストインされるはずだったチラシをデジタルで見られるそんな仕組みができればいいのにと思います。 ななかなかねまあそのデジタル使いづらいという方のためにはねこう紙のチラシってまあ一つのこう有効な近所のどんなまあセールがあるとかサービスがあるって知るには有効な情報源かもしれないけれどでもやっぱ今の世の中ねもうわざわざ あの教えてくれなくてもいいよこっちで調べるからっていう流れも確かに出てると思そうそううちの,あの,あの郵便受けのところにはね籠がプラスチックの籠があって、はい、ここにいらないチラシを入れてくださいってのがあるんですけど、はい、それ多分管理人さんが全部まとめて捨てるっていう。 本当に無駄なんですよそれはだだから今度ね <laughs> あの郵便受けにあのチラシいりませんってこうステッカー貼ろうと思ってますうんうん、うん、ああいいですね、はい、え皆さんはどんなところそれって無駄じゃないと思いますかぜひ、えー、メッセージを送ってください LINE は公式アカウントで、えー、カタカナで「明日のカレッジ」を友達追加してください Twitter はカタカナで「ハッシュタグ明日のカレッジ」メールはローマ字で「あ日の」「アットマーク TBS と YouTube、のチャット欄も空いています、えー、そして木曜日は皆さんからのもも大募集もしかしたら11時台後半私と電話でお話しできるかもしれませんので、えー、携帯番号を添えてメールでお寄せくださいさあ今日のオープニングナンバーは DJ プロデューサーチームスノークがイスラエル出身でドイツを拠点に活動する「J ラモッタスズメ」をフィーチャリングしたナンバー。 Trust the change. Okay. はい、YouTube の皆さんよろしくお願いいたします。いますはい、もう始まってた。<laughs> はい。ええー、本当に今日はちょっと皆さんね、ぜひあのクロにこう応援のメッセージ。<laughs> おします。もしくは長距離旅行のアドバイス。はい。ああ、それめちゃくちゃ欲しいです あのこれまでね海外は行ったことはあるそうですけどい学生だけでとかこうみんなで行くとかじゃないパターンが初めてでもう不安でしかなくてだから、のの保護者がいない旅行は初めてという、うん、自己責任自己責任の <laughs> <laughs> それでね、コップにエジプトに行くっていうあの黒部さんのこうチームは何人ぐらいなんですかはえっと 現地で5人になります4人で行行って、うん、後から追加で5人で人動します。うん、じゃあ基本5人でずっと行動して、はい、まあいろんな国々から来ているね、うん、他の、えーまあ、市民参加者とお話ししたり活動したり現地の様子を吸収して空気を吸収して,って撮影をするという。はいはい はい皆さん、ぜひ、えー、黒部さんにね、応援のメッセージなど、そちらのチャット欄、はい、もしくはメール、<laughs> ラインでも構いませんので、ぜひお待ちしております。お願いします。そして、それって無駄じゃないと思うこと、どんなところでしょうか。ぜひね、ここで、えー、思いの丈をぶちまけてください。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。 チのタレ 時刻は10時18分になったところです。ここで TBS ニュース、吉沢さんお願いします。はい、お伝えします。先ほどもお伝えしましたが、防衛省によりますと、今夜、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されました。防衛省によりますと、今夜、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射し、 EEZ 日本の排他的経済水域の外にすでに落下したものとみられるということです北朝鮮は今朝午前7時台から8時台にかけて少なくとも3発の弾道ミサイルを発射していてそのうち1発は ICBM 級の可能性があるということですほぼ同じ時刻に日本列島を超える可能性がある飛翔体が探知され政府は J アラート全国瞬時警報システムを発出しましたがその後日本海の上空でレーダーから消失し J アラートは訂正されました政府は今後7回目の核実験の可能性もあるとみて警戒を強めています防衛省によりますと今夜北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射し EEZ 日本の排他的経済水域の外にすでに落下したものとみられるということです 林外務大臣は3日訪問先のドイツから韓国のパクチン外相と電話で会談し北朝鮮による一連の弾道ミサイルの発射について強く非難しました国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦だとしています電話会談はおよそ15分で2人は北朝鮮による前例のない頻度での挑発行為に関し 日韓両国を含む地域の安全保障にとって差し迫った脅威だという認識を共有しましたその上で国連安全保障理事会の決議に沿った北朝鮮の完全な非核化を目指し日本と韓国アメリカの3カ国で緊密に連携することを確認しました林大臣は現地での G7 先進7カ国の外相会合に合わせ4日に アメリカのブリンケン国務長官と対面で会談する方向で日米韓3カ国の結束を確認したい考えですイスラエルの国会の総選挙は3日開票が行われ開票率95%の段階でネタニヤフ元首相を支持する野党勢力が過半数を獲得することが確実となりましたこれは地元のメディアが伝えたもので ネタニヤフ元首相がおよそ1年5ヶ月ぶりに政権に復帰する見通しとなりましたネタニヤフ元首相は極右政党と連携しパレスチナに対する強硬姿勢を見せるとみられアメリカとの関係が緊張する可能性がありますネタニヤフ元首相は2009年から12年間政権を維持しましたが3年前に収賄などの罪で起訴されて以降支持率が低下し 去年3月の前回の総選挙で野党に転じていました。ニキさん、ニュースは以上です。吉沢さん、ありがとうございました。この後は COP27 にフォーカス。環境アクティビストの小野ディリアンさんと気候変動に対する具体的なアクティビズムと対策を考えていきます。 years 明日のカレッジ,明日のカレッジキニマンス塚本二キとバディの黒部めつみがお届けしています。 はい、この時間は今週は地球を笑顔にするウィーク。今日は、ええ、十一月六日から十八日まで、エジプトで開催されるコップ二十七にフォーカスします。ゲストは、モデルで環境アクティビストの小野リリアンさん、リモートでのご登場です。リリアン、久しぶりです。こんにちは、お久しぶりです。はい、んこんばんは。リリアンさん。んん今日は、どちらからのリモート参加ですか。 今日は北海道の白老っていうあのアイヌの博物館がある。ウポポイがある場所なんですけど、<ー>はい、そちらに滞在してます。ああ、もう結構寒いですか？北海道は？特に白老は海沿いなので、風が冷たい。<ー>とても寒いって感じうん。そうなんですね。暖かくしててくださいね。うん ちなみにあの黒部さんとリリアンさんはねもう結構長年のお付き合いっていうかアクティビズム仲間って感じですよねそうですね私ちょうどなんかいろいろ写真あさってたら2年前にリリアンに私潜在写真みたいなを撮ってもらってて、うん、へー 明治神宮の原っぱでで二人寝転ががりながら、まあ、もう一人あの一緒にアクティビストをやってる子もいたんですけど、うん、写真撮ってもらったりその前もコロナ禍一緒にラジオ体操をしたりとかしてそだから多分知り合ったのは約3年前ぐらいだけど、うんうん、あのねよく使ってくれてる「あシャっていうか洗剤シャッ「潜在写」っ <laughs> てあ,のあ私が撮った写真って。 <laughs> 寝っ転がってるやつですかここそうなんです<う>黒髪でちょっと長めのやつはリリアンが撮ってくれた写真で<ー>リリアンモデルやってる人に、うん 撮ってもらうなんんててこななな光栄なことないよっ,て思ったんですけどでそんなリリアンはねあの去年スコットランドグラスゴーで開催された COP26 に参加して、えー、当時もね「あしたのカレッジ」で何度か現地からリモート出演をして、うんえー、くださって、うん、まあその現,現地の様子空気をねいろいろ教えていただきましたけれどあとねたまたま歩いてたらグレタ・トゥンベリさんの集会がに出くわしたというところであの音声をね、うんうん あのくださったたこともありましたけれど改めまして、まあ、その前回の COP26 を少し振り返りたいと思うんですけれどあのリリアンさんから見てこの COP26 グラスゴーでの会議で、えー、達成されたこともしくは COP26 の成果についてどんなところがあるか教えてもらえますでしょうか。 すいません、今ちょっと、あ、ちょっと今、オンス、ごめんなあの、一瞬説明。い,いやいや、接続はちょっと今切れましたね。うん、あのコップ二十六の成果、はい、もしくはコップ二十六から生まれた。ことというのはどんなものでしょうか。 えっと、まず各国がその1.5度目標を目指すということに改めて合意したっていうのはすごく前進でした、うん、あのパリ協定ではできたら1.5度だったのが今回は1.5度目指しましょうってなったからそれ今回っていうか前回ですね、うん、なってそれに対して改めてその各国がじゃあそれを目指す2030年までの CO2 削減目標を提出するっていうのに合意したんです。うん であとは2030年までに本当は石炭火力を全部廃止ってなっていたのがまあ段階的とはなったけどそれは確実に明記されたっていうのはある意味前進ではあるっていう風な見なし方もあるじゃないかなと思いますが、うん、なるほどパリ協定ではできればここを目指しましょうだったのが、えーうん、グラスゴーのコップ2 6ではいや目指しましょう っっていうううニュアンスに変わったってことででしょうかそうですねあのやっぱり2度ではやっぱり人間が生き続けられる地球環境は残されていないということがよりこの数年で明確になったのでやっぱ 1.5°C をどうしてもどんなにきつくても目指せなければならないってことは理解したって感じだしやっぱそれを目指さなきゃねって言ったって感じうん <laughs> ありまメリディアンとしては <laughs> その、えー、正式な合意の公式文書 にはどうどうう感じてますかいやそうですよねーみたいに思ってるんですけど、えーうん、でじゃあ2030年の CO2 削減目標各国が提出し直したかというとこの COP 前までに提出してる予定が23か国しか今提出してない状況だったりだとかでこのままだとその 国連が出したレポートによると本来はその1 5度目標を目指すのであれば2030年までに最低でも世界の CO2 排出量があの45%は削減されていなきゃいけないんですね、うん、ところが今の,そのみんなの計画世界各国の計画を合わせてみると2030年で1%弱1%すら削減されないっていう状況なのが分かったっていう。 報告書を出していてい、うん、これだと本当にあの1 5度は無理ですよねっていう道筋が見えないってはっきりと国連が言っていて、うん、あの結構本当にこの27回続けてきた中で全然そのどこも削減に到達できていないって結構かなり壁にぶち当たった状態って。 から始まるコップ二十七なんじゃないかなと思ってます。うん、まあ、今回のエジプト東部シャルムエルシェイクという、まあ、開催地ですけれど、はい、これもともとリゾート地、ね。そうなんですよ。もうゴリッゴリのリゾート観光地で、うん、それこそカジノとか。うん、そういうのをやるために、海外からの観光客とか、無限に作られた都市でやる。で、このアフリカっていう場所ではあるんですけど、でも実際開催するのはリゾート観光地だし。うん それはどううななのかなっていう意見もあったりしますよ、ねうんまああの前回グラスゴーからのねあのリモートでいろいろあとリリアンさんたちのね、うん、あの参加者の SNS からもすごくこう活気あふれる、うんうん、路上でのまあストリートパフォーマンスだったりこれはコップの会議場の中とは別の、まあ、外で開催されているいわゆるその草の根のね 活動っていうことがすごくこう盛んに、ね、あの行われたという印象があるんですけれど、まあ、その突発的にこう集会が始まってみんなでこうスピーチをしたり歌を歌ったりなんかこう思い思いの表現をしたりっていうことがあったけれど今回のこのエジプトというのはもともと以前から人権活動家環境活動家の方々が、えーまあ、こう制限されているもう弾圧されているというところがちょっと私の懸念点なんですが。 そういったところはリリアンさんどういう,ふうに見ていいますかいやえっ、ー、と最近そのいわゆる、まあ、象徴的シンボリックだから名前出しますけどグレタ・トゥンベリさんもあの今回のコップには行かないって言っていて、うん、まあその理由の一つがその、まあ、こういうコップの 機械を使って市民の力を築き上げていくことがある意味その本会議の会場では全然進まないけれども私たち市民の力を育てることはできるって認識があったのにもかかわらずエジプトはそれさえもさせていたさせてもらえないその制限がすごくあるから行く意味がないってただその権力を持っている人たちの自分たちがどれだけよくやっているかアピールだけの場所になってグリーンウォッシングって言うんですけどそういう場所になってしまうから。 いかないっていうふうにしている状況なんで、うん、まあうんそうですねかなりそのコップの大事なやっぱ結局これリスナーさん聞いてる人も含めてあの一人一人の人間が行動していくことでしか変わらないんですね。そ、うん、それができそこを作っってていいいいけないっていうのはあんまりいい 結果を生み出すのが本当に難しい会議になるんだろうな。うん、これだけ必要。これほどにその解決が必要とされていることはない。時代に一番難しい環境なんじゃないかなって思ってます。なんかこう。まあ昔ながらのこうトップダウンでね。うん、権力者たちが君は会議をして決めます。って、うん、まあ下々の。 ね、いやいや人,人が言うことを聞きなさいっていうなんかそういったこうモデルになってしまうのかなと思うんですけどでも黒部さんねあの、うん、もしかしたらグレタさんとエジプトでどっかでばったり会えるかって楽しみにしてたんじゃないのかと思うんですけどあ、まあ、でもなんか私、まあ、そうですね多分グレタに会えることを楽しみにしてたアクティビストとかはいるかなと思うんですけど私自身はそこまでなんか彼女にすごく思いが強いわけではない なくまあ、世界各国のアクティビストのこう手法とかを見たいなっていう気持ちはあったのでそれがあまり活発にされないかもなっていうのはすごく残念だなと思いつつ、うん、でもこう国連そのコップの会場内の、あのー、許可が下りてるエリアで申請を出せば、まあ、声上げられると思うよみたいな。 情報はあってでもそもそもその会場内に入るために私たちはバッジを取得しなくちゃいけなくて、はい、それがもらえてなかったら入れないとかもあるし何かそこでやっぱりこう私たちは入れる権利があるというかそういう特権があるからこそ行けるっていうのをしっかり自分も受け止めて、まあ、できる範囲でこう捕まったりしたら本末転倒だったりあの悪い。 こう影響日本とかだとやっぱりニュースとかになった時にうん、うん、アクティビストとか環境に対するアクション自体に悪いイメージがついちゃったらちょっと嫌だなと思うので気をつけつつ自分にできることしたいなと思ってます、ね、そうね。ままああ間違ってもこう、まあ なんそのこうデプロテストデモがちょっとこういろいろ刺激されすぎて暴動になるとか、うん、まあ警察のねこう弾圧が起きるかっていうことには本当になってほしくないんですけど今さっきおっしゃってたその、うん、あの,コップのまあオフィシャルの敷地内ってところで、うん、あのパビリオンっていうのもさまざまな国が主催しているところがあると思うんですけどイ、うんはい、ビアンさんもグラスゴーでねあのコップのこう日本パビリオンに。 結構、うん、あの、行かれたと思うんですけれど、このパビリオンではどういったものが見られるんでしょう？あ、えっと、各国のプロモーション的な場所です。うん、我が国は気候変動対策に向けて、こんな素晴らしい取り組みをしていますよっていうのをお互い見せる場所になっています。で、その見せ方っていうのは、やっぱりその国によって特徴が全然違うので、うん、日本の場合は本当に。 なんだろうな新技術その今まである化石燃料とかそういった産業の構造を変えずにしてそこにプラスアルファ何かをつけることで少し環境に負荷が減,り減るなんかすごく減りますみたいに言ってるけど実際そこまで減らないまだ減らない状況だしすごくお金もかかるような技術が多いんですけど、うん、まあそういったものをすごく見せてるでその技術を世界が買うようにこうプロモーションしてるみたいな。 感じです。じゃ、あ今回もぜひね、黒部さんたちに、えじや、エジプトのコップ二十七の日本パビリオンの様子、はい。見てきて。見てきます。映像に記録してきてほしいですね。はい、はい。いろいろこう、ね、質問ゼミにするつもり。そうなんですよ。こう、って思うポイントがあったら、<laughs> あの、全部聞いて。うん まあ、別に、こうね、最初から、こうファイティングポーズでいくわけじゃないですけど。<laughs> うんって思った時は、これどうなんですかっていうのは聞こうかなとは思っております。<laughs> これ、どうなんですか。<laughs> <laughs> こ,のこの辺、どうなんでしょうかっていうのはう、ニコニコしながら。はい、思っております、まあ。でね、あの、今回、えー、もう一人。 えー、コップ二2 7に、えー、現地に行かれるそしてあ前回のグラスゴーにも行かれた高校生フライデーズ・フォ、はいえー・フューチャー横須賀のオーガナイザーの、えー、高校3年生原裕穂さんからコメントを預かっていますのでこんばんはフライデーズ・フォー・フューチャー横須賀のオーガナイザーをしている現在高校3年生17歳でコップ二2 7の期間に 18歳になる原穂ですまず気候変動アクション運動に参加し始めたのは高校2年生の春なので、まあ、1年半ぐらい前もともと国際協力とかにすごい関心があったんですけどそれを勉強していくうちに同様に他の社会問題も学ぶようになってで国際問題である気候変動これにすごい危機感を抱くようになって、まあ、時間がないっていうことで。 やっとそのフライデーズフォーフューチャーってものを見つけて、ちょっと参加してみようと思って参加したのが本当に最初のきっかけでした。その中で私の住んでる町の近くの横須賀で石炭火力発電所が今建設されているんですが、それのに対するま抗議活動っていうものにフライデーズの横須賀として参加するようになったんですね。で、だけどそれをやっていく中でその私自身社会運動とか まあデモとかに参加したことがあまりなかったのでどうやってやったらいいかわからないとか本当にその石炭火力発電所を止めるために社会に何かしら変化を起こすために市民が選挙以外にそうやってまあやっていくけれどもあんまり手応えを感じなくて困っていた時に COP26 に参加できる機会があるんだけどっていう話がその「フライデーズ」の中で出て。 海外だとすごいアクションとかも盛んなのでちょっと参加してみたいなちょっと見てみたいなっていうふうに思って手を挙げてそれで参加できることになりました昨年はあのイギリスのグラスゴーでの開催だったのですごくマーチとかも盛んで私の中であそこで過ごした3週間っていうのは宝物だし自分の中でもすごくいろんな変化が起きた学んだ期間だったんですけどその中でも特に記憶に残ってるのが。 8万人人ぐらいの人が参加した気候マーチなんですね結構長い距離をすごい長い列で歩いたんですけどその中でもプラカードの内容が日本と全く違ったのが衝撃的で日本だと、まあ、気候変動マーチって言ったら気候変動に関する内容のものだけエネルギーとか、まあ、地球を守ろうとかっていうプラカードが多いと思うんですけどグラスゴーで見たマーチはそれだけじゃなくて例えば人種による 格差の問題有色人種の方がやっぱりあの南半球に住んでるのでよりひどい気候変動の被害を受けてしまうこととかそういうプラカードを掲げられていたのを見て私は最初国際協力に携わりたかったのでやっぱりなんか私が進みたい方向ってこっちだったんだなというか正しかったんだなというか。 そういういい社会問題でその立場の弱い人が被害を受けるってやっぱり気候変動の被害も受けるのもそういう立場の弱い人だってことが私はその時にまあ目の前の人がそういう人たちだったいろんな世界から集まってきたので初めてそれを体感して自分はやっぱりこの世界で生きていこうっていうかまあこの人たちのために私は気候変動問題を解決していきたいしそのほかの問題にも携わっていきたいなってそのマーチで思えたのが 私の中でものすごく大きな出来事でしたで今年 COP27 にもあの昨年ほどではなくて少しだけ参加するんですが、まあ、現地ではあの私は今回国際交渉とかを中心に、まあ、ウクライナ侵攻でどう変化したのかなとかってことをいろいろ見に行きたいなと思っています。以上、原ゆうほでした。 はい、高校3年生でフライデーズ・フォー・フューチャー横須賀のオーガナイザー原さんもおっしゃっていたそのグラスゴーでの8万人規模のマーチで見たプラカードの内容が、ねい,まあ、いわゆるグローバル・サウス。 植民地化の歴史の影響についてねいろいろこう言及されてたところがあるっていうことですけれど、まあ、こういったその、えーまあ、欧米などに多い先進国がじゃんじゃん CO をこう排出していてでもその被害を一番最初に食らうのは、えー、貧しい国々太平洋諸島だったり、えー、南アジアアフリカ中南米だったりというところに 今すごくこう意識と批判が高まってると思うんですが、うん、まあそんな中でも今回 COP27 の争点の一つとしては途上国支援強化というものがあるそうですがここはリリアンさんの経験上本当にちゃんと強化できるか期待してもいいですか、ね、私に私はあんまりちゃんとしたそこに対して答えが言える人間だとは思ってないんですけれども。うんうん うんとでもまあ日本もそれいろんな国がやっぱりその我々は我が国はこれだけのお金を、えー、と当てますみたいな援助に当てますっていうふうに言っていて日本も結構大きな数字を言ったんですけれどもそれはそのじゃあ何に使われるお金かってなった時にそれこそ日本が持っているこの技術を途上国に提供しよう。だから火力 発電に新ししい技術を提供しようみたいな形の、えー、とお金の当て方になってしまったりするのでただやっぱりお金そのお金を提供する時の何に使われるのかってところまで結構しっかり見ていかないと本当に意味があるものになるかっていうと。 結構差が出てしまう意味がないむしろ悪化させてしまう形でそれこそ温暖化を,加担を悪化させるような <laughs> あの支援っていうのもある意味あるじゃないですかだからなんかそこはうーんちゃんと見ていかないといけない話し合わなきゃいけないところなんじゃないかなってそこまで具体的に 押せてない印象ですね、まあ、ただこう施しのような形でねこう支援してあげましょうっていうものじゃ根本的な解決にはなりませんし、うん、やっぱりこういろんなことを 並行してやっていかないともういろいろ時間がないという状況だと思うんですが、まあ、それをね、うん、どれだけ具体的に建設的に今回この COP27 で議論ができるのかなっていうところ気になりますよね,、うん、そうですね。なんか今回はやっぱり精神国がいかに自分の国がこんなことできますよっていうよりも今までのこう排出してきた分とか加担してきた分どう,こう,なんでしょう損害とか損失に対してお金を渡すかとか。 どういう活動対策を打っていくかみたいなところがこう厳しい目で見られるんだなっていうのはすごくいろんな文献読んでて思いますね。うん。うん、文献読みまくってますかいやいろいろはい勉強しなくちゃと思って <laughs>、うん、思ってというかまあ自分も気になってますししっかりそのさっきリリアンも言ってましたけどこう気づかないように。 加担しててるるよような文脈とかを使ってたりすすんで,すよでそういうところが指摘されて化石賞とか毎回話題になりますけど、はあ、こうと受賞したりしているので、はい、自分もそういうところにしっかりあの目を光らせていけるように今勉強 しつつ準備してます、ね、世界の環境 NGO が参加する気候変動ネットワーク、まあ、毎回、COP ではこの温暖化対策に後ろ向きという評価が与えられてしまう国に COP 期間中に贈られる不名誉な賞がこの化石賞なんですが、はい、日本は過去3回これを受賞しているとのことです。今年はどううなるんでしょう まあ、ちょっとね、あの、いろいろ時間があの、迫ってるんですが、うんはい、ちょっとリリアンの方から、まあ、黒部さんに改めて。今回、コップに向かうためのアドバイスとか。ここは気をつけなーっていうことなんかありましたらね、お願いしたいです。なんか、いや、そもそもやっぱ海外旅行ってだけで、すごく大変だから。いっぱいそこに関しては、基礎的な、うん、あの、知識は後で言いたいんですけれども。あ,あの、やっぱ、コップ。 に行くかからら得られるものってネネットワークとかコネクととコションだと思うんですね人脈つながりあのやっぱり人って直に会うことでその人のことを覚えてその人とのつながりを大切にしようと思うので日本に帰ってからこういう人たちと手をつないで日本でこういうことをやっていきたいっていうのをもうちょっと描くことでそういう人たちを探してその人たちとつながって日本に帰ってからもそのつながりを生かして日本がより 早く再生していったりとかできるようにする視点を持つのはすごく大事なんじゃないかなって思います。うん、今 明日までにいろ <laughs> <ー> <laughs> もねあの考えすぎてもう行く前からパンクしちゃうのもあれだから <laughs>、うん、でもなんか今の聞いてて結構ポジティブに想像力を働かせて、うん、こういう人と会いたいとか、うん、こういうところを見たいっていうなんか今ちょっと心配とかが多すぎて、はい、そういうところに頭裂けなくなってたので、うん、ちょっと切り替えて、うん、そういうことも考えていこうと思います。あとすごくいいあごめんなさいすごくいいのはあの偶然の出会いとかハプニングがいっぱいあるんですよなんか。 そこで出会った人とのちょっとしたやり取りがすごく宝物になったりだとかつながってったりするから、まあ、もちろん用意しておくのは大事だけど突然出会ったものを歓迎して受け入れて適応していくみたいな姿勢はすごくすごくいい、うん、いい方向に行くと思いますろんな国地域から集まる市民の方々とね、うんうん、こう 手を取り合ってこう情報交換して、あ、うん、ある意味日本を代表していってるわけだけれど、そこはもう肩の力を抜いてこう友達100人作るぐらいのね、はい、<laughs> あの感じでね楽しんでほしいなとも思いますよね。はいはい、はい、のでねまあみんな応援してますから現地からのレポートも楽しみにしています。いますはい。 リリアン、今日はどうもありがとうございました。最後に一曲リリアンさんのプレイリストから、えー、曲を聴きながらお別れとしますが、どんな曲にしましょう。はい。あ、リリアンからの曲紹介をお願いします。はい。えー、っと、あ、ごめんなさい。曲紹介のジョニーミッチェルのビッグジェラタクシーをいただいておりますが。 ビッグイエロータクシーですね。うん、はい。<れ>なぜビッグタクシー？いやビッグイエロータクシーで合ってるよ。<laughs> 大丈夫だよ。<laughs> 最後最<で>後。<laughs> 全然私全然ダメだ。ラジオナビゲーターとかできないねこれね。<laughs> この曲を選んだ理由は何ですか？<laughs> この曲はやっぱり。 環境活動何でもしこう社会を変えていく時って音楽っていうのがすごくキーになっててやっぱ文化を作っていくって、うん、でそのそんな曲になってますこのまま進んで本当に人間以外の生き物をどんどん壊していって私たちいい未来あるかなみたいなことをちょっと想像させてくれるような歌詞なので,でしかもすごいポップなテンポで、うん、あの聴いてて心地いいしぜひあの歌詞調べても聴いてみてほしいなと思います リリアンどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたジョニーミッチェルでビッグイエロータクシー it's time to learn more for our next, for 100, our next 100 years 100 years ashtano <laughs> 明日のカレッジ明日のカレッジキニマンス塚本にきとバディの黒部睦美がお届けしていますはい黒部さんさっきのリリアンのお話でちょっとなんか どうですか気持ち落ち着いたところありますかそうですね今日もずっとなんか私今日ワクワク全然してないぞって思っていたので<ら>不安な気持ちが好奇心を上回りすぎて、うん、でもこれを聞いてリリアンの言葉を聞いてちょっと。 復活しましたねが。結構あれなんかこう不安なことがあると、いろいろこう考え込んじゃうタイプですか。はい。はい、<laughs> 即答。<laughs> はい、まあ、でも、私もね、まあ、似たようなもんですから、気持ちはわかりますけど。でもね、一人じゃないし、一緒に行く仲間もいるし、ね、私たちもリスナーの皆さんも。本当に応援してるんで。ありがとうございます。何があっても失敗なんてありませんから。もうね、う楽しんで、頑張ってきてください、はい。皆さんからのメッセージ、今日のトークテーマは、それって無駄じゃない。 早速紹介していきましょうはい LINE に来ているものでラジオネームかくれんぼっちさんから、えー、雨の日に店頭に置かれる濡れた傘を入れるビニール袋は本当に無駄だと思っていますあえて使用済みの袋を使う人が自分以外にいると知って少し安心しましたそんな方いるんですねあーでもこの話の、えー、ついこの間もねちょっと傘の話でやりましたけれど <laughs> あれでも ある種のその濡れた傘のままでこうお店の中に入ってきてほしくないっていうお店側のお願いっていうかねいやそうですよねでもなんかこう傘をふけるなんか V 字になってるあれなんだっけあ,ありますよね傘,傘振り傘振り台あの拭き台そうそうなんだっけなんか拭けるやつ,るやつ名前わからないん <laughs> ですけどでもそっちの方が。 新しく購入袋購入する手間とかも省けるし良さそうですけどね私は大抵捨てられたところから1枚取って結構ほらもうパカパカであ開いてるから傘入れやすくなるし別にね汚れてるわけでもないし水滴だしそこをね使って1枚分セーブしていますけれどこちらは「雨の日には車を洗ってさんから」です。 皆様こんばんはこんばんは,こ,んばんはこれはあくまで私にとっては無駄と思えることですが手を洗うときにお湯を使うことです私は基本的に冬でもお湯を使えませんそれほど冷たいと思わないのでもったいないからです とい,ただいてますあーでもこれ私ねちょっと最近あって思ったことなんですよ。はい、なんか基本私は結構寒がりなんでお湯あとそのなんかこう沸かすためにお湯、うん、水道水出すじゃないですか、はい、でまあちょっとでも水道からお湯が出たらなんか早く,沸,く沸けるかなと思うんだけど、うん、でもちょっとねこう手を洗うたんびにガスをねこうボーってあの使ってる,る発動させてるわけでこれって意味ないなって。 どうせちょっとちょいっ,って手を洗う時にお湯にはならないけどでもお湯せってレバーをお湯の方に向けてあの上げてるから基本ガスを使ってるのよねちょっとこの癖はちょっとあの変えていこうかなあそこまで思考がいってないですね私は確かにそこまで想像したことなかったですガスの急 ドッがなんかねあの近くにあるんですよだからこうブォって音が毎回するブォってガスの音がするからおまえちゃんとかそうだったかもしれないまあそういうことですなるほど私もあの雨の日には車を洗ってさんを見習ってちょっと手を洗う時はねあの水設定で使うように新しい視点を得ました私は今本当に寒い時はお気使いますはいはい ありがとうございます LINE、えー、に来ているものでラジオネームつみとばつさんから「無駄だと思うものは和食のファミリーレストランのセットメニューです」「寿司、そば茶碗蒸し天ぷらなどなどなどで一、うん、つのセットになっているのは運動部員じゃないんだから食いきれないだろうと思います」「<laughs> セットでお得感を出して <laughs> 1500円以上の値段の注文を取り ただ「樽、うん、を知る」ではないけれどそんなにたくさんつけるメニューで,もでない方がお財布にも地球にもフードロスにも優しいと思います。でもなんかそれ女性とかこう小食の方とかにもまなんか当てはまるかなって思って、うんはい、やっぱりいっぱい食べる人基準で用意されてるうん、うん、やっぱりその方が儲けも出るし、うん、でもそれってやっぱり食品ロスとか。 の問題にもつなながるしなんか選べたりとかもっとオプション増えたらいいなとか思います、ね、そうよね。まああの単品でも注文できるお店ももちろんありますけどでもなんかこうセットセット前提なねメニューになってるところもありますし、うん、だからまあ単品がこうちっちゃくねあの下の方に載ってたりして定食じゃないといけないのかなーっていうふうにこう思わせるのもあるかもしれませんけどでも。 ご飯にするか麺にするか選べない時もあるのよ人にはにわあの共,共感がうん確かにみたいなまあ全部食べれたらいいんですけどねでもなんか残しちゃうかもしれないと思いながら注文するぐらいだったら単品でいいですよね、うん、あとは持ち帰りとかあのできるようにうん、うん、ん普段からみんな容器持ち歩いたりとかそういう文化が広まるっていうのもまあありかなとそうねあとはまあちょっとこれ包んでくださいってね 持ち帰りますっていう風にできたらいいですけどねうそうですねうんこちら橋を歩く猫さんからいただきました、はい、私の住む市では燃えるゴミは有料の指定ゴミ袋に入れて捨てます、うん、でも大抵は直接その袋には入れずレジ袋に入れたものをその専用ゴミ袋に入れてゴミステーションに出すのです袋を1枚余計に捨てているのでなんか無駄だなぁと思うこともあります 有料の捨てゴミ袋って大抵大きいじゃないですか、うん、なんかそのでかいやつなんだけどでもその大きいゴミ袋を、まあ、その入れるゴミ箱が、はいまあ、うちは小さいゴミ箱なんで、うん、だから大抵その、まあ、レジ袋とかね、まあ、そういう、まあ、もらったやつとか、まあ、買ったやつとかを使ってで、まあ、レジ袋一つ分っぽいってするんですけどでもまああの。 いろんな地域ではねこう有料のステイ袋じゃないとダメですっていうところもあるからそこにわざわざ入れなきゃいけないっていうのは確かに必要ないなない思ううこともあるでしょうねうん,なんか袋に入れるっていうこと自体もこう自分のビルとかなんでしょうマンションとかだったら下に大きい箱があってそこにドサーってもうはっ自分のゴミ箱ごとこう中身を入れちゃうみたいなのをスウェーデンではなんか私が視察行った時はやってたなっていうのは今。 思い出しま,した、ね、へまあゴミもねあの、まあ、捨てるもの捨てなきゃいけないものいろいろありますけれど私できるだけゴミを出さないような買い物とかもねしてるんですけど最近でもな,なんかお惣,菜お惣菜とかお弁当とか買っちゃってるからプラゴミがねね出てしまうのよ、ね、ういや私も今回あのパッキングしててあんまり出ないように風呂敷というか<お>こう使いまくってるので、はい、ちょっともし写真とかあげられたら後で。 ツイッターとか載せようと思いますパッキング術教えてほしい <laughs> ぜひ写真楽しみにしています、はい TBS ラジオからお送りしている明日のカレッジキリマンス塚本にきと、バディは環境アクティビストの黒部六つみがお届けしています。はい、まああのー、今日はねもうせっかくですから、はい、もう黒部さんのビッグデイ、明日出発日ですので、まあもうとことんコップの話し,しましょうよ。はい、明日私はエジプトに向けて出発して6日から18日まで、うん、11月の6日から18日まで行われているコップに。 参加してくるんですけど<ー>いや今回は今までのコップと結構違う雰囲気だなっていうのは、うん、先ほどのリリアンに登場してもらってあの話した通りなんですけどあまりアクティビストが声を上げやすい環境ではないっていうところと、まあ、ちょっとグリーンウォッシュその環境に取り組んでいるように見せて本当はあまり取り組めてないような こうところがよく見られちゃうんじゃないかなっていうのは結構懸念しているので、まあ、そこも含めて、うん、あの実際に自分の目で見ていきたいなと思ってます、ねうん、あ,のあと、ね、今回一緒に、えー、行かれるメンバーの、うんえー、原裕帆さんの、ねはい、コメントもありましたけれどその高校生でねエジプトに行く、うん っていうのもなかなかできない、うんまあ、チャンスだと思うんですけれど、うん、どうやって皆さん、現地では行動される予定ですかそうですかそう COP のホームページにどういう内容の会議がされるかっていうのが一覧になっていて 1>、うん、で1日ごとにテーマがあるんですね。はいなんか 健康だったりだとか、まあ、こう投資というかこう資金をどう使うかについてこの日は話します食品についてフードについて気候変動の切り口で話しますとかが決まってるのでその中から興味があるものを選んでじゃあその会議見に行こうかとか例えばこの時間は時間が空いてるから、うん、先ほど言ったパビリオン各国の取り組みについて発表してる場所に行って、はい、こうみんなで視察してこようかとかいうのでこう。 お互いの見たいものを言いつつ、うん、こう交渉して回るところを決めていきます。でにあの日本組は日本組で団体行動する感じー多分原裕帆は違うと思うんですね、なんか私たちは数名は同じ団体としてバッチその中に入れるバッジを取っているのでそのメンバーは一緒に動きます。うん バッジがもらえると、はい、中の会議の様子も実際に見れるんですか、はい。そうです。なんかバッジもいろんな種類があるんですけど、はい、その声を上げていいエリアとかに入れるバッジと。中の会議まで入れるバッジと、こうより。こう内容の深い会議に行けるバッジとみたいな、こう<ー>分かれてるんですよね。なるほど、こうなんかレベル分けされてる感じなんで、はい、そうですじゃあ、その中に入って、見学して、で。なんていうの、そのなんか声を上げて。 なんかもっと喋りなこうとかなんかそういうやじを飛ばしてないけど、まあ、<laughs> やってもダメじゃないんですけど、はい、まあ先ほども言った通りもうどうなるかわからないので結構逮捕とかされる覚悟とか、うん、まあこう。 逮捕まではいかなくてもこう会議にも参加できないバッジを取られてしまうとかいう覚悟も持った上でっていうのも、まあ、ちょっと考えといたほうがいいよみたいな話はあのー、聞いたりしてます、ねあらままあ、実はねあの今日の、えー、ニュースで見たんですけれどすでに、はいあのー、コップに向かっていた環境活動家の人が一人拘束されていまして、うん、インド人の方なんですけれどカイロから、えー、シャルム・エルシ・シ,ルエルシェイクまで8日間かけて、はい 「歩く」。 というまあそのウォーキングプロテストをされたと思うんですけれど一、うんまあ、人でねこう、まあ、ずっとずっと多分高速道路みたいなところ歩、はい、あるいは国道みたいなところを歩いててプラカードを持って気候変動について知ってくださいということを、まあ、その道行く人にねこう掲げたり、えー、してたと思うんですけれど、うん、まあそんな方がこう拘束され逮捕されたというニュースがありまして逮捕されたのはなぜかはねちょっと何の容疑でかはちょっとわからないんですけれどまあそういった こう路上でなんか、うん、あのイシューをねこの主義主張を掲げていたというところで、まあ、逮捕するっていうのは、ねまあ、どういった背景があったのか気になりますし、うん、今後もそういった、まあ、いろんな、ね、あの国地域からやってくるアクティビストの方たちの中にはやっぱりちょっとこう。 まあ激しさを伴った方々もいると思いますけれどちょっとそういったところに黒部さんがねあの、まあ、うっかりこう巻き込まれてしまわないように、うん、私は、えー、私はさんどううしようね、うんとまあ、危ないところにも行かないで <laughs> はい分かりましたいろんなニュースが出ると思うんですね、このコップ期間中にこ,うこんなアクションがあってこうそれこそ捕まった人がいたとかもあるかもしれませんしこういう内容の政策が。 こう掲げられましたみたいなのもいろいろあると思うんですけど例えばアクションとかアクティビストのニュースだったらそれ何を伝えたかったのかっていうところにすごく注目してほしいなと思っていて今回のインドの方もきっと8日間歩いて本当に歩きたかったとかではなくてお金がなかったとかそういうのは、まあ、分からないですけどではなくて注目をしてほしいこの気候変動っていう問題をいかに注目してもらうかこんなに危機なんだぞっていうことを伝えたくて彼はこうリスクを負った上でそういう。 あの活動したのかなというふうにまあこれは私の推測でしかないですけど思いますしそういうアクションがたくさん行われるんじゃないかなと私は思ってるので、うん、そうですね、まあ、そういったところで、まあ、あのシーシー大統領を率いるエジプト政府はもしかしたら警戒態勢を、ね、固めているかもしれないし、うんうん まあその気候変動とはまた別のところの,まあその人権運動人権活動というところでもさまざまな逮捕者拘束のケースがあるんですが本当にねこうまあ何度も言いますけどまあグラスゴーとは勝手が違う場所ですからそういったところにねまあどうやって皆さんが行動されるのか。 あの随時報告いいただければと思います、はい、自分の強みはこう身近な感じで発信できるところだと思っているので、まあ、インスタグラムとかツイッターを通していろいろリールだったりインスタライブしたりとかしようと思っているのでぜひ、うん、見てもらえたら嬉しいいなと思います、はい、最後にねちょっと、あのーまあ、悪魔の代弁書としてちょっと意地悪な質問していいですか、はい、今日のトークテーマ「それって無駄じゃない?」「コップなんかに行って何になるの?」 って言われたらどうします、うん、いやそれはすごい言われるなと思いますし<ー>もうそういう意見もたくさんあるなと思いつついやこれはすごく自分で向き合わなきゃいけないなと思ってるんですけどこう自分は行ける権利というかこう恵まれた環境があるから行くなんかこう自分の特権性とかを理解した上で行ってでそれをまあなんか理解か。 その特権があるから見てこれるものを、うん、特権があるからこそしっかり伝えなくちゃいけない私にはその機会があるからこそある人がしっかり伝えないと行われているその良くない場面だとかそういう本当はおかしいだろうっていうところを伝えることもできないのでいけるからこそそういうところをしっかり見てリアルなところを取ってきて伝えたいなと思っています。うん ごめんなさい異常な質問しちゃいましたけどでも多分こういうことはね、うんまあ、SNS とかも世間でも、ね、いろいろ言われてることだと思うし、まあ、私自身もねこうなんか社会運動とかアクティビズムっていうところにこう、うん、いろいろな意見がね世の中にあるってことは分かっている上でやっぱりこうどう正当化したいわけじゃないけれどどうすればこうもっともっと多くの人が、まあ、そのなんかさっきも言ったねそのなんかこう8日間 暑いいいい中歩い歩きたたから歩いたわけじゃない、うん、もしくはこう有名な絵画にこうトマトスープを投げたり、うんえー、建物に銀行にペンキをぶちまけたりそれをしたいわけじゃなくてそこの背景にあるメッセージに気づいてほしいもっと真剣に取り組んでほしいっていうところが、うん まあ今ねこうよくよく見過ごされがちなアクティビズムの軸だと思うので、うん、まあそういったこともね一緒にいろいろ考えていければいいなと思いますけどもうこのパネルがさここに我々を隔てるパネルがなかったらハグしてあげたいです、うん、ちょっと僭越ながら。うん ね、まあ、そんな感じで、ええー、はい、黒部むつみさん、明日エジプトコップ27に旅立ちていますが。現地からもね、はい、いろんな情報、ぜひお待ちしております。はい、何よりも健康と安全守りながら、行ってきてください。はい、無事に帰ってきます。はい、それでは、えー、最後に黒部さんのプレイリストから一曲お送りしましょう。はい、今日は、えっと、ディッシュの。 リプレイという曲を流したいんですけど、はい、この曲は N コンの課題曲にもなっていたんですけど、えっと、NHK の合唱コンクールの課題曲にもなっていた曲で,<ー>でこの曲についてディッシュが出したコメントに、うん、こう季節が 季節だとか気候がこう不安定な中で自分の気持ちも同じように不安定になっている気がしますっていう書き出しから始まっていたんですねやっぱりこの気候の変化みたいなのを感じてまあ、その中で私たち暮らしてるんだなっていうことをなんか改めて感じたりいろんなアーティストの方がこうやってちょっとでも触れてくださるだけでいろいろ意識とか変わるんじゃないかなって 思ったのでこの曲を選びましたありがとうございます、はい、それでは最後に曲紹介をお願いしますはいディッシュでリプレイ黒部さんいってらっしゃいできます ディッシュリプレイをお送りしましまた今夜木曜日は皆さんからの「ふつおたメッセージ」も募集しています LINE やメールなどで送ってくださいこの後は「メンターズボイスはお休み」特別企画「明日の人生学部」をお届けします人気ロックバンドアレクサンドロスを勇退したドラマーショームラスタヨシさんをお迎えし局所性ジストニアを受け入れた経緯そして新たなキャリアについて伺っていきます Ashitano Kalichi. Ashitano Ashita Ashitano College. Ashitano College. Ashita no college. Ashita no college. TBS <100 years. S 1> ラジオからお送りしている明日のカレッジキニマンス塚本二木ですここからの時間はメンターズボイスですが今日はお休みして特別企画明日の人生学部をお届けします人気ロックバンドアレクサンドロスを原因不明の病 局所政治ストニアのため、優待されたドラマーの庄村里也さんを迎えして、お話を伺っていきます。庄村さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、本日のトークテーマ、それって無駄じゃないというのは、僕の出番のことなのではないかとい。<laughs> いやいやいや、ちょっと待ってください。<laughs> それ、それはちょっと私の立場がな,なくなっちゃいますよ。まあの庄 <laughs> <あ>村さん立場がなくなっちゃいますけれどいやそ、ね。メンターズボイスをこうお休みしてまで。はい。はい、こう私のこうね、あのガラガラボイスをこうかけること自体が <laughs>、はい。無駄じゃないのかと。そんな。 先生<あ>はできていっすねえとございますべき、ね、です tbs ラジオさんは本当にまあそこはちょっとね <laughs> 皆さんの判断に委ねましなっ <laughs> <laughs>、えー、プロフィールを改めてご紹介はいすみませんよろし,くお願いしますショームラーさあさん1984年生まれ、神奈川県のご出身、はい、ロックバンドアレクサンドロスのドラマーとしてにせい中に2010年より活動されてましたが、はい、2019年6月に局所政治ストニアによる活動休止を発表2021年にバンドを誘退されました、はい それ以降はバンド時代の収入ほぼすべてを注ぎ込むほど傾倒していた音楽衣類などを中心に映画、漫画、アニメグルメなどさまざまなカルチャー方面の知識と経験を生かしてスタイリスト、ライター音楽グループのプロデューサーなど多岐にわたり活躍されています。どここが無駄なんですか、この… ね、まあでもねあのこの自分の肩書きがまあ多いだけにまず、ね、やっぱあの使ったインクにやっぱ無駄が発生しているわけなるほどね。まずはねちょっとこう聞き慣れないご病気のことについて聞きたいんですけど、はい、局所性ジストニアというのはどうういったご病気なんでしょう、はいえー、とこちらまあ自分はそのドラムの右足にあの発症した症状だったんですけれども、はい、あの突然。 まあ右足でそのバスドラムってあのこうドンド,ドンってやつあはい、はい、あれまあ足踏みでこう演奏するものなんですけれども、うん、えっとその足全体ももだったり足首だったりが突然言う,うことを聞かなくなってしまい演奏中にはいあの頭で思っている動作をその演奏中のみしてくれなくなってしまうという。はい 病気になるんですけれど、うん、あのスポーツの世界ではねえっとまぁ、あ、イップスと呼ばれているあの似たような症状が、えー、散見されたりもしますし、うん、あとはまああの処刑という表示あの症状がありまして、うん、あのこう書を書くときのみあの手が震えてしまうというような病気はい、えー、まああれもその、えっと今はジストニアの一種と言われたりもしておりますね、うん、だからまあどん,どん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 その 良、まあえー、くも悪くもではこれは決してあると思うんですよその一つの新しい単語の解釈の仕方って。はいまあ、なので良、はい、くも悪くもという形で、えーまあ、いろいろな方面に。 方面での,その解釈、まあ、症状の発生などが、うん、まあ認められつつあるその病名ですね、うん。じゃあまだまだ知らない、はい、わ分かってないことはいっぱいあることなんですね。そうですねあれをこうすればこういうふうによくなりますというプロセスはまだ確立されていないとはただまあその日々ね、うん、あの医療ねあの東洋医療も西洋医療も、はい、まあ,あとはその、ね、あのメンタルのアプローチも含めいろいろその日々進化というか、まあ、トライアンドエラーの話だと思うんですが。 手足全部こう違う動きをする、はい、でしかも結構そのあのまあ同じなんでしょう激しい動きをね,うねこう何度も何度もされるような方で結構いるんでしょうか患者さんってえっとやはりこうそのまあ特殊な職業に疲れてる方の方が多いというふうには聞きますね<ー>でそれでまあとにかくその やっぱりこう日常動作とはまた別のところで、まあ過度に多分あの神経をこう擦り減らし、擦り減らしていった結果、そのある動作に対してのみそのまあエラーが発生してしまうというようなえ症状と認識しております、はい。でも初めてこの症状が出始めた時はどんな気持ちでしたか？もうあのやっぱねこう絶望というその単語を。 まあ自分の中で絶望っつったらまあ俺の見た絶望は割と絶望っすよってぐらいは絶望でした、はい、だってずっと、ね、<laughs> あのドラムをやってこ,れ、はい、あこられて音楽活動を、ねうね、もう本当にあのヒット作もたくさん出してもうこれからどんどんやっていこうって思ってた矢先に。 あれドラムもうでそううすねも本当にこんなはずではなかったなぜ俺の身になぜこのタイミングでっていうのは本当感じましただからそれを本当表すには結構もう絶望という単語を用いるしかないぐらいもう絶望でした本当に。でそこから活動休止を発表されて治療に。 そうですねいううはい、あのー、え一定期間その専念をさせていただく形をとってました、ねうんはい、で、まあ、治療がうまくいったらまたバンドに戻ってこようと思ってたあ,、まあもちろんアレキサンドロスのこうドラマーとして復帰をするべくあの、はい、治療をこう重ねてまいりましたけれども、はい、えー、まあ そのいろいろなまあその治療を経験する中で、まあ、もちろんあのこれは自己治癒的な話ではあるんですけど、まあ、そセラピー的にこうあの自分ともやっぱ向き合うしそういった時間もそ,のそれは、ねえっと、バンドのメンバーだったりその、ね、事務所だったりがもう与えてくれていたので、うん、もう本当にあのね一時はそうみんなからあのもうバンド,ドラムのこともバンドのことすら忘れていいから、うん、ちょっとその、まあ、まともな。その 生活スタイルにこう戻れるようにというかまずは多分あのそこからだから、うん、そこすらお前は多分忘れてくれていいよっていうぐらいまずの時間と、はい、まずの休業の期間をこういただいたものですから。えー、忘れれててていいよって言われて 忘れられるものですすかいやももちろんそうででねあの忘れられらるものではないですし、えー、とそれは、まああのー、正しい意味でね本当にこうポンって忘れろっていう意味ではなかったとは思うんですけれどただそれ逆にね忘れていいよって言えるメンバーと言える事務所って結構かっこよくないです確かになんかそのやっぱりこうまあもしね私の私の立場だったらなんかこう。 もしかしたら罪悪感とか焦りとかなんかこう早く直さなきゃっていうそんな気持ちが出てくると思うんですけれど、そういったところをもしかしたらなんかこうは入るしてくださってたんです、はいえー、かそうですね、そうですね。だからまあ本当にそのね忘れてもいいよっていうことにはいろいろなあのまあ意味が含まれていると思っていて、うん、まあそれに関しては本当に、ね、あのまあ自分というその人間性とまあそのメンバー並びに事務所だったりまあそういったまあ諸々のその関係性で。 その間からのの間間中でややっぱ忘れててもいいよ。うん、だだこんだけの時間与えてやる<ー>本当にもういつああのまあ、ちょっとそのある意味こうまあ気が向いたらというかまあ自分の場合足に症状が出たんでね、はい、足が向いたらまたいつでもみたいな形でこうその無期限のあの休養って形とさせていただいたものですから、うん、でも、まあ、そこで改めてそのまあ自分の、えー、歩んできたこう即席メーターまあ即席ですよね、はい、あれをこう振り返ってみた結果本当にこう後悔まあもちろんねあの この先やりたいことはいろいろありましたけれども、うん、でも過去振り返ってあの時ああだったらよかったのだなっていうのが一個も見つからなかったんですよね。はい、本当にこれが一番大きなことだとだ思いました、うん、そのバンドを,を、まあ、脱退する、優退するという決意っていうのはある意味諦めるっていうことに言い換えられると思うんですけどで、はい、でもそうですね。<う>うん、はい 諦めるっていうことって勇気がいりましたか諦めることには勇気がいりましたけどでもまあその、またね、勇気っていうと結構その足踏み、ね、尻込みするような単語その勇気っていう単語み持ってる意味合いがでかいのでだからまさにその諦めるっていうことは勇気がある人間にしかできない恋では決してないと思ってますこちら、えー、ファンの方からメッセージいただいております。はいはい 里康さんいつも応援していますありがとうございます親子でアレ,アレクサンドロスのファンですありがとうございます里康さんもメンバーの皆さんも現実を受け入れて乗り越えるまで本当に大変だったと思います私たちですら受け入れるのに時間がかかりました今はいろいろなところでご活躍の様子を拝見するたびに勇気をもらっていますずっとずっと応援していますドロスのこともよろしくお願いします 勇気もらってます。はい、ありがとうございます。うん、とても嬉しい。そしてだからそうわしじゃないのよ。本当にもうアレキサンドロスを呼んでください。<laughs> <laughs> 僕を媒介としてね。でもなんかその今までずっとこう。はい、あの打ち込んできた。すごくこうね。ええ、熱意を持って、これからどんどん頑張っていきたいと思ってたことが突然できなくなってしまったっていうところでね。はいはい、まあその先ほども絶望という言葉が出ました。けれど、じゃあそこからこう立ち直れたとしても、はい、じゃあ次に何を？ 自分はやりたいんだろうとかはい、はい、どこに向かえばいいんだろうってこうある意味路頭に迷うじゃないですけどこちょっと迷子になった時期もあったんでしょうそれがですねあの不思議とこうそのまあ辞めるっていうその決断をさせていただいた時から、うん、友達が結構いろいろなものを持ち込んでくれたんですよね<ー>だからまあその今までまエングラフで言うところのその百の割合でまあどれだけがそのバンドであってドラムであったかっていう話なんですけど、はい、まあそこそのバッサリ僕はちょっと 切り離しますみたいなことを言った翌日から友達がそのねあのカゴの中にまあいろんなものをこう放ってくれてプロジェクトとかそうですねそうですねなのではいあのまあ自分がそのやってる洋服ブランドのスナックエヌジルだったりとかまあ今その自分がプロデュースしてる音楽グループの話だったりとかあとまあそのスタイリストの仕事だとまあそのいろ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 っていうそれはもうバンあのアレキサンドロス時代から収入ほぼすべてをえ音楽お洋服映画漫画アニメグル につぎ込んでいたという、まあ、そういう結構あれですか、好きなものにはとことんのめり込むタイプですか。えー、それって無駄じゃない。無駄じゃないのよだ。だって、も愛するものにお金をかけるって、まあ僕。僕の場合はね、幸せです。でよね。でも、そういうなんか、多分、その塩村さん、あ、いろんなことに。 ね、あのー、まあこうなんか知識があるとかそのなんかパッションがあるっていうところを知っている方々が、はいはい、えじゃあちょっとこれ一緒にやらないとかこれやってみないっていう風うにうそうですね。ね話を持ちかけてくれましたね。ねはい、このあのー、プロデュースされている、えー、スナック NGL というのはどういったブランドなんでしょうか。はいはい、はい、えっ、ー、とこちらはですね、あのー、いろいろなものをこう世の中 ままあていうか、まあ、まあ、とはいえねあのまあ全てこうあの僕たちがこう生きているもの楽しいと思っているものはやっぱり先人からの継承だったりするので、うん、まあそれをその自分たちの,あの、えー、目を通してその あれとあれをくっつけて継承したらまた若い子がそれをおもろいふうに解釈して継承していくんじゃないのかみたいな話が僕はすごい好きでフュージョンみたいなそうですね。うん、であのそういうのって、まあ、基本的にはその、まあ、僕ら、えー、コアメンバーが3人でやってるんですけれども、うんまあ、その3人ともいわゆる安酒場が好きでしてそこでこ <laughs> センベロとかそそうです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 、はい、あの本当に、まあ、そこの,その、まあ、管巻いてるおっちゃんとスナックのママのやり取りが。 これを若者言葉で言うだけでだいぶ世界平和になんじゃねえかみたいな<う>なんかそういうその相互理解みたいなのがやっぱ発生するわけなんだまあ発生してるなと僕はそう思うところが多々あって、はい、でまあそういう意味でその継承の場としてあのスナック本当に日本のあのスナックなんですけどあのお菓子じゃない方のサ、はい、カバムススクラーンカラーン、ね、いらっしゃいってママが言ってるようなううはいはいはい、はい、あのえー、雰囲気を 洋服にちょっねまあその単純に、うん、えっとまあそのやれねえー、と昔その本当に死ぬほどね90年代にそのナイロンジャケットとかいろいろなそのブランドが出していたりとかしたので<ー>それの例えばこのブランドじゃ出さない配色を、はい、このブランドのやつをちょっとまあ,あの、ね、もうほぼこうボロろ布同然のものからパーツパーツをこう抜いて再構築して作っていって。えー 作ったそのナイロンジャケットをまあその販売させていただいたりですとかそういった試みをしております、はい、じゃあもうすでに存在するものをこうくっつけ合わせることでそこにしか存在しないものが生まれるってうまう、あ、まあそれであまあ言ってしまえばそれはリメイクっていうようなことにもなるんですけど、うん、ただ、まあ、あのやっぱり言葉って 歌うことってっすごく大事だと僕は思っているので、うん、そのまあリメイっちゃ、なんか何も面白さがないから、うん、の継ぎはぎのつぎはその継承の系の字でもあるし。と、うん、いうのではい、あのこう継いでいく。でまあ、次と次世代に継ぐって、ああいう意味合いも持っているので。<あ>はい、はい、あれで、こう、次、あの漢字を使って、次っていうあのシリーズで。提唱させていただいたりとも、まあ、ごめんなさい、マジで余談なんですけど、大林素子さんのオフィシャルアパレルも。販売させていただいております。経営で。はい。 えさらにはあの音楽、ねはい、音楽グループのプロデュースもされてるということですけれど、はい、こちらはどんなグループなんですか。はいえっ、ー、とですね男性5名女性1名のえっ、ー、とまずバンドサウンドにこだわったようなサウンドなんですけれど、まあまさにそのねえっ、ー、と現在のそのコロナ禍だったりとか、うん、まああとはそのねあのひたすらこうあの上げ足を取り合うねあのまあ ちょっとディストピア的な世界だったりとか、うん、まああいったそのあまりにもちょっとこう楽しくないことが充満してるなってことで、あのまあ楽しくないが足りているということでフラクタルっていう形でハヤ、はい、のフラクタルと読ませていただくグループを不楽た楽しくないはいはいそ不楽で、はい タル、はい、タリルのタルで、そうです。フラクタル、はあ、い、なんかちょっとエッジが効いていますね。そうですね。これはもうあの僕の中のそのまあえっ、ー、とパンク趣味、メタル趣味、ホラー映画趣味とか、うん、まあだからそのお金を使ったそのまああるとあるあるジャンルの中のこうまさにエッジな部分をこう,うんこねて作ってるですね。はい。どうですかそのなんか元々ステージの上に立っていた立場からステージ裏、はい、裏方の方に回ったというのがご自身のなんかその性格的に、うん、こあこっちもいけるな。 って感じですかむしろ僕はとても贅沢なことをさせていただいていると思ってます、まあ、あのね本当に、まあ、ジストニアというか、まあ、その僕はあのドラムが叩けない自分も、えー、自分の一部として受け入れて生きていきたいっていう、うん、まあ文言の出し方をしたんですけれど。あのー 陰陽道とか、ね、陰陽とかああいう,こう考え方がすごい好きですから、はい、まあものすごいそのピーキーな陰とピーキーな涯をこう一緒に見れている人生がま,あまさに訪れるとは思わなかったので視点ごと多分まるっきりその真逆の方向に転換でもしない限り多分ドラムのことは捨てられな,、まあ、捨てられなかったとか自分の人生から切り離せなかったと思うし、はい、それは、まあ、ある意味その決断は勇、ま、気、あ、と称賛されても いいものなのかななかと思ったりはしますけれども、ねうんうん、さっきはその円グラフのねこう、まあ、もう100がこうバンドだったっていうふうにおっしゃってましたけどでもそのバンド、はい、ドラムだけじゃなくてもともと大好きだったさ、えー、まざまなカルチャーのね、はい、こう知識と経験があったからこそ多分今の翔村さんがあるんだと、まあ、ちょっとね今お話聞いたばかりで私がここでちょっとなんかおこがましいかもしれませんけれどでも本当にもう俺にはドラムしかないんだっていうような人生だったらはい、はい 多分今こういうふうにね、活躍されてないかもしれない。なかなかそうですね、転換は難しかったかもしれないですし、うん、まあ、ある意味その、だから、まあ、これもちょっとね。 飛躍しすぎかもしれませんが、うん、まあ俺はそのそも実際の表情込みで、まあ、その人生を一応今のところその乗りこなせているし楽しんではいるので、うん、本当にそのそう俺以上にドラマーでドラマーしかない本当にそこに打ち込んでる方とかには願わく起怒ってほしくないよなとは思うそうですね次第なんですがただ、はい、あの僕もまあそういった意味であのバンド辞めて1年半ぐらいでいろいろまたドラマーではない部分でちょっとあの軸めいたものが形成されつつあるので,、うん、でこの軸から。 いつ別に叩けなくなってもいいもんこれ以上症状の悪化もクソもないもんねっていう体で今ちょっとドラム演奏してるんですよあそうなんですか。はいでまあ。今後もそ,のそういうことも自分のこうできることの一つのカードとしては持っておきたいななんていうのは思っていて、はいあまあ、そういうことでまた新たなその、ねえー、と極小性ジストニアかにおけるまあやり方生き方楽しむことはなかなか難しいので。うん、まあその 向き合い方、乗りこなし方的な証、えー、例をね自分の中で一個作りたいなと思って、うん。じゃあもしかしたら今後いつかステージの上でドラマを叩えている小村さんにまた会えるかもしれない。そうですね。<れ>はいあのえっ、ー、と実際前回のそのフラクタルのライブではちょっとあの自分も三十分ぐらいドラムの演奏ちょっとまあ試してみて。はい。どうでしたか久しぶりに演奏して。なんか不思議な感じでした。でも、うん、えっとやっぱり。 あのあ俺にはやっぱこれしかないなっていう感覚もなければ、うん、もう絶対に俺は座りたくない叩きたくない見るのも嫌だっていう感覚もないんですよだからこんなにこうスーンとした感情で演奏ができるなんていうのを思わなかったですねうんでも、うん、楽しくなかったかだろうフラクタルだったかみたいな話だったとしたらこれはフラクタルではなく楽しかったっていう感じでしたね。うん <laughs> なんか 昔は大好きで大好きでたまらなかったあの人今ではただの人だけどそれでいいのっていうのに

うん、あの自分の人生においてなんかあの提唱していきたいなっていうのはなんか、うんうん、漠然としたこう、うん、あのスローガンとしてあるかもしれないですね。あっという間のお時間で名残惜しいですが本当に最後にです、ね、あのプロデュースされているグループえフラクタルの楽曲を聴きながらえちょっとここでお別れとなりますがえ、はい、どんな曲かちょっと紹介お願いします。はいはいえー、とこちらのワナミュージック 国内のあのレベルよりあのまあえっとディストリビューションデビューという形でやらせていただいたあの変妙者のすごく変な曲でしてえっとあのフラクタル11月11日にトヨスピットそしてですねあのここで初出しなんですが11月の19日に下北沢のクラブ級というところであのファッションにこうあのまあ着眼点ファッションとその音楽に着眼点を置いたちょっとしたあの企画を考えておりますのであのぜひともあの日付メモしていただけると助かりますう、はい、もう一度日付お願いしますはいえっ、ー、と11月11日にトヨスピットえ11 五月十九日に下北沢のクラブ Q というところで、はい、あのライブをやります。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。最後に曲紹介をえっ、ー、ともう一度お願いします。はい、えー、それではお聞きください。フラクタルで大宴会。 今日の特別企画明日の人生学部元アレクサンドロスのドラマー昭村里康さんがプロデュースされているフラクタルで大宴会をお送りしましまたこの後はお知らせを挟んで毎週木曜日は東京情報デザイン専門職大学プレゼンツ夢を追いかけてここからは安藤弘樹さんです。 夢それはもうすぐ実現する新しいコンセプトとテクノロジーであなたの才能と未来が開花する学学学校法人時系学園東京情報デザインン専門職大学プレゼンツ夢を追いかけて今夜のお客様は先週に引き続き株式会社ヤフェイビジネスコンサルティング代表取締役で株式会社光電社の社外取締役をなさっている村田芳雄さんです。 続きよろしくお願いします。こんばんは村田です。さて先週はこれからの時代、まあ情報デジタルの才能、ね、スキルを持った人、まあ必要だという話を伺いました。今週は村田さんの考える未来、それは10年先でも100年先でも構いません。村田さんどんな社会がやってくると予想されてますか。あの私が今から一つあのノム総合研究所でやっていた時の、はい、ちょっと研究報告のあの結果をちょっとお話したいと思うんですけれども。はいはい ええ、2015年ぐらいでしょうか。ノ、うんえーラ総研でですね、えー、30年か40年先にですね、はいえー、コンピューターだとかロボットがこうどん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 進出した時に、うん、あのどんな影響があるのかっていうのを研究してみようということになりました。はい。で、イギリスのですね、えー、オックスフォードの先生と一緒になってですね、はいえー、いろんな職業がありますけども、はいはい、この職業はロボットだとか コンピューターに置き換えられやすいか、はい、置き換えられにくいかということを研究したんですね。はいはい、で、私はその結果、すごく衝撃を受けたんです。はいはい、で、どういう結果になったかっていうと、ですね、はい、約半分の職業はですね、はい、コンピューターとかロボットに置き換えられてしまうという結果になっていたんですね。で、本当に今、足元でデジタルだとか DX だとかいう言葉が世の中で流行っておりますけれども。はいはい 今はまだ序盤にしか過ぎないですねでこれからどん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 この技術が発達すれば、はい、えー、人の職業もコンピューター化されていくっていうのはもう間違いないなっていうような結果が出てきましたもうそれがだから七年も前にそういった研究をされたということで,ねそうですねコンピューターがやっぱり得意としていることってあるんですねそれは大量のデータを処理するとか、はいはい えー、定型的で繰り返していくような業務は得意なんですね、はい、で、こういう業務はどん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 コンピューターが人間の業務を置き換えていくことになると思います、うんうん、で、例えばでいくと、はいえー、例えば会社の中にはいろんな事務作業が残っていて、はいはい、これは今人がたくさんやってるんですけども、うん こういう労働集約的な業務はもう基本的にコンピューターになると思います。これからの、ね、人材に関してですね。どんな、えー、人材が必要だと思いますか、村田さん。あのーうん、コンピューターがどん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 社会とかビジネスの中に広がっていくんですけれども、今この10年間、えー、私がアメリカとかヨーロッパで起きていくことを見てきたところから考えると、はいえー、今のですね、うん、日本の えー、IT 人材、はい、デジタル人材の育成の仕方はもう時代遅れだなと思うんです、うんうん、で、どういう人材が必要かというとですね、はい、特定の分野の専門性だけを極めている人はおそらく価値が下がると思います下がるんですかはいもちろそっでも今価値はね非常に見出されている気がしますけどもはいというのはですね今後活躍する人材は、はい、例えば、えー 情報技術、はい、コンピューターについての専門性もそれが高いですとはい、はい、でさらにビジネスのこと、まあ、お金儲けのことも理解できますとはい、はい、と,ともにそのためにどんなサービスだとか、えー、社会を作っていけばいいのかをデザインすることだとか、うん、こういう複数の専門的な知恵が必要になってくるんです、ね、なるほどですすねあの高度なゼネラリストが必要になってくるてとです、ね、そうですね。は で、そういう人材を作ろうとするとですね、大学で言いますとね、はい、工学部と経済学部、経学部と芸術学科とかそれから場合によっては理学部の数学科とかね、はい、こういう全部を学ばないとだめなんですよ。うんうんうん、ん、ん、はい、はい、い。でも今、日本の教育は縦割りですよね。はい。はい、だから、はい、新しい時代を担えるデジタル人材を作ることで極めてて難しくなってます。うーん、そうですね。 でもそこをなんとかやっぱりこう育てなきゃいけないですもんね。そうですね。はい、はい。私のねあのーはい、夢っていうのは、はい、日本の中にアップだとかマイクロソフトだとかグーグルだとかねフェイスブックだとかこういう会社を作ってみたいんですよね。はい。でそういう会社を作れる人っていうのは、はい、情報技術の専門家だけでは済まないんですよ。なるほど。 こんな社会作れるぞっていうのをデザインできる人、うん、さらに、えー、それをビジネスとしてお金さんができる人ですね、はい、で統計的にもそれを分析できる人こういう可能な能力を持った情報技術者を作りたいんです、うん、そうですすそうねあのデザインということも非常に印象的ですけれどもいわゆるそのスキルが高いあのスペックが高いというのは日本では多分、得意だと思うんですけど、うんうん、デザインですね。うん やっぱりあの日本のデザイン教育ってやっぱり、はい、遅れてるんですなぜかっていうと衣装にこだわってるからなんですはも、い、の、はい、の形をデザインするのがデザイナーだという形になってるんですけど、うん、世界ではサービスをデザインする、うん、顧客の体験をデザインするっていう、はい、すごくデザインの領域が拡張されてきてるんですね。はい やっぱり情報技術で新しい体験をデザインするとかサービスをデザインができるようなエンジニアが出てこないと世界に勝てる会社作れないいと思いますすそうです、ねええ、もうぜひそういう人材をあの村田さんにも育てていただきたいなと具体的に何か活動されていることは今のようなです、ねまあ、情報技術者でありデザイナーでもあり、はい、えビジネスパーソンでもあるこういうマルチタレントな人材をね、はい あの作らなきゃいけないっていうのは10年前にあのいろんな世界を見てきて分かったんですけども、うんはい、このことを私はいろんなところで言ってきたんですけども、はい、大学の方も受け止めない、うん、企業サイドもピンとこないって言われまして、うん、10年間悔しい思いをしてきたんです。はい、で今回私はああるご縁がありまして、うん東,えー、東京情報デザイン専門職大学の設立に 立ち会ったんですけども、うもうこの大学はそれができる大学だということで、はい、私はここで新たな時代を担うですね、デジタルエンジニアを育てていきたいなと思います。で、私はその中で、えー、ビジネスサイドのことを少しでも教えようということで、教員としてもあのー、人材育成に関わっていきたいなと考えています。わかりました。あのぜひデザインできるエンジニアを、はい、育ててください,、はい。ありがとうございます。 今夜のお客様は株式会社ヤフー・ビジネスコンサルティング代表取締役で株式会社、公電社社外取締役村田芳雄さんでししたたあありりががととううごござざいいまました。 Time to learn more. Time to learn more. 明日のカレッジキニマンス塚本にきがお送りしています。 はい今日はですね微妙にお電話する時間がちょっとなくなってきておりますので、ちょっとね、前半盛り上がりすぎましたね、え皆さんからの普通歌を読んでいきたいと思います。えー、っと、ゆうさんという方がツイッターで初めて「ハッシュタグ明日のカレッジ」をつけて投稿してくれました。ありががとうございいまますす明日も早いので寝ながら聞きます あじゃあもう寝てるかなこれちょっとゆうさんに届いてないかもしれませんけれど、えー、私が子供の頃もバザーと言っていたそうなんで最近バザーって言葉使わなくなったのかなと思うんですよね少なくとも私の肌感覚では平成中期までは使われてた気がするけれどあでもあれかな2000年初頭ぐらいからなんかこう振り間 フリーマーマケット略してフリーマっていうのがなんかこうおしゃれになっちゃってバザーがねこう死後になっちゃったのがちょっと切なーって思いますけどあ,あとマルシェマルシェありますねあのまあファーマーズマーケットとはちょっと違うなんかこうなんだよマルシェってフランス語とか英語とかいろいろ日本はもうそういうのこうパクリすぎなんだよ なんだろう,もう市場にしよう市場 <laughs> すいませんあのー、ちょっとこう老害が起こっています <laughs> <laughs> えノ、ー、バさんのツイート「えー、ほほ、えー、夜風が冷たくなってきた安上がり遊びのウォーキングもおしまいにして明日のカレージを聴きながら家に帰ろ」「飲み屋街の中をウィンドウドリンキングしながら」と独り言をつぶやいてらっしゃいますか ウウィンンンドウドリンキングとはこれはなんかあの最近の流行り言葉なんでしょうかそれともえウィンドウショッピングは何も買わずにブラブラこうお店を覗いたりすることだからウィンドウドリンキングは何も飲まずにどこにも入らずにあなんか飲み屋さんが賑やかだなってこう見ながらまっすぐ帰るってことですかね<う>あなるほど こういうカタカナ造語は嫌いじゃないです。<laughs> さっき言ったのはさっき言ったのは忘れてください。なるほど、なるほど。あとですね。ええー、と、タンミンさん、私が今日ね。あのチラシ入りません。っていうステッカーをちょっとポストに貼りたいなって,思って。 てるって言ったんですけれど、えー、チラシいりませんの貼り紙を、えー、貼り付けたら意外と効果が鉄砕で一切チラシが入らなくなりましたとのことです。ああじゃあちょっと私もやってみよう。もちろんねこのポスティングのお仕事っていうのもねあのどこかの誰かの大事なあのまあ、お仕事なのは分かるんですけれど、でもやっぱりそこはねあのお仕事として尊重しながらもあうちは入りません間に合ってますっていうあの主張を通したい。 でもね、なんか10枚に1枚はね気になるチラシ入ってんだよな。<laughs> 迷うな。えー、ちょっと最後に、えー、ちょっと駆け足になりますけれど明日金曜日、えー、4日ですね、私、えー、トークショーを行います代々木のトーククラブウーファーというところで明日、えー、オープンが6時、スタートが7時となっております。 えー、鎌倉市議会議員の藤本麻子さん、えー、愛称、まこちゃんと、えー、選挙ライターの宮原ジェフリー一郎さんといろいろこう市議会議員ってどんなお仕事ぶっちゃけどんな人が政治家やってるのというところからくたばれ家父長制とかろくでなしブルーズにはまった話とか、まあ、そういうことをね超超ざっくばらんに語っていくトークショーをやります。配信はございいませんここでしか聞けない話たっぷり 出せるとといいなと思っております、えー、前売り券はすで、えー、にネットで販売されてますので気になる方はぜひ、えー、私のツイッターもしくは、えー「ウーファー」の「よよぎウーファー」で検索すると出てきますのでこちらの情報をぜひご確認ください。えー、こういったねこうオフエアのトークともちょいろいろ挑戦していきたいと思っている所存でございます。 キニマンス塚本二希が赤坂 TBS ラジオのスタジオからお送りしてきました明日のカレッジクローズのお時間です明日は武田佐哲さん担当の金曜明日のカレッジゲストは1年半ぶりのご登場経済思想家の斎藤浩平さん待望の最新著書「僕は Uber で念座し山で鹿と戦い水俣で泣いた」というタイトルの5本について て藤さんがいろいろとかがっていきます。明日もぜひご参加ください。この後と YouTube ライブの方でアフタートークしていきますので、そちらでお会いしましょう。クロージングは Black Eyed Peas Where's the Love。また月曜日お会いしましょう。バイバイ。 どうも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 こんばんはけんけんさんお疲れ様でしたお疲れ様でした私今日放送中にポカしてしまいましたあ何したんですかこれあの YouTube のチャット欄をさなんかどんなコメント来てるかなって CM 中にちょっと見てたんですよでそれでそれであの CM 明けでまた始まって「はいキリマスコミュニーお送りしています最初のカレージ」って「あやべえ!」 <laughs> 見てて見てて俺も一生懸命でまいやべえタブレットから私のねあのエコーちゃんが出てこだまが出てしまいました,たマイク拾ってましたかねあ拾ってなかったあーよかった失礼しましたよかった言わなきゃよかったそうですよああ黙ってればよかったでもでもいたのがいい,んじゃいえそうあのバカ正直なのがあの素敵ですよ素敵なんで,素敵で私の私のいいところなんではい、はい、なのでね <laughs> いや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 ,いやあーよかったえっ、ー、とですね今日はまあいろいろこうちょっとこう黒部屋をねむつみんをねこうあのみんなでこう送って見送ってやろうっていう感じでじまあねメにセー戻ってくるんですけれど <laughs> こうまあなかなかないですよ地球の裏側ですよエジプトなんて。前の日生放送ですかねラジオの しかも、明日学校行くそうですよ。ね、たいがつって、ね。なんかね、そう、やっぱり出席日数的に、ちょっといろいろ、あのー。まあ、気をつけないとね、やっぱり大事な時期ですから、黒部だって、まだ学生ってことは忘れちゃいそうになりますけれど。しかもね、昼間はね、赤坂での。あ、そう、今日もね、ーもね、されてましたし。そうそう、本当にいろいろ大役を任されて、ね、い、ねね、て、リスナーの方々もね。 いただいてねえまあ本当にあのあ今日からね日曜日6日までやっています赤坂サカス広場ほか、えー、いろんなね複数の会場でこの地球を笑顔にする広場、えー、のねいろんなアクティビティやイベントがあるんですけれどあの東大王と直接対決全員参加の SDGs クイズとか, <laughs>、ね、とかえーと と五十嵐美希さんねサイエンスエンターテイナーの方、ねいねね、はいが、えー、SDGs を学ぶサイエンスショーをあこれ今日だったごめんこれ今日だったごめんえあしたねあしたは TBS ミツバチ教室 TBS 放送センターに暮らすミツバチたちがサカス広場に出張でもこうミツバチって前ミツバチのカレッジでもやりましたね,ね,したねそうミツバチ観察ができるのが明日、うん、東大王の SDGs クイズがえあさって5日 であとアイスペースの月着陸船模型を展示するそうです月面探査車の操縦体験もできるとかすごいこれも SDGs なんですかね宇宙開発ってところはそうじゃないですかかなんかいざとなったらもう地球脱出そ,うそ,うそうでするいざとなったらもうわ <laughs> が我がふるさと地球を捨てる覚悟嫌 <laughs> だよ、のやだよ人類は半分移せばみたいな。 あでも人類半分、まあ、その希望者募ってねそうそうそう月いろいろ整えたんで住めますよ希望者募りますって言って行ってみようかな。本当にににその100年年年年なないいかかかももしれでですけどねとと前にその例えばハワイ南米に 移住された日本人いっぱいいたじゃないですか。ねはい、で、その人たちがね、まあ、今、その、な、三、三代目、三世代、四世代、五、はい、世代後に。今も、その、まあ、そこの、なんか、日系何々人っていう風に暮らしていて。はい、それの宇宙版になるってこと。地球系。地球系。地球系月面人。 そうですね。スペースノイドみたいな、ね。ああ、でも本当にそういう話、あの S. F. とかにありますからね。ああ、俺地球で生まれたんだ。あ、そうなんだ。ドりで、で、なんかこう、月、月が舞台で、なんか会話している。いで、そこで地球か。キャラクターと宇宙かで、また差別が出たりするんじゃないですか。でああ。ニュータイプとか。お前,お前宇宙育ちだろうっつって。<laughs> ニュータイプの。類、えと、反対語は、対義語はオールドタイプなんですか。ニュータイプっつってもね、よく言う。 ど、どのニュータイプにもなりますけどね。ガンダムのニュータイプ。あ、ガンダムの。そうですね。難しいですけどね。求人類とか。でまあ、地球系。地球,地球系火星人とか。ザイオンクラスターだとか。あ、でも、気づいてる方いますよ。 はいなんか。にんの画面の左に写ってるプリンが気になる、うん <laughs> バ。バレたバレたいやなんかさ,さっきに写ってる。本当だすごいねよく見つけましたね誰ですかあの見つけてくれた人はいイカスミかき氷さんカボチャプリンはねなんかカボチャプリンも冷蔵庫に入ってるそうですいやなんかスタッフがさっきニキさんそういえば冷蔵庫にプリンありますよって言ってあ優しいね、うん、スタッフ優しいです。 はい終わってから食べようかなあのフラットの番みたいにそこにいっぱい並べておいたわけいじゃないですかねそうこの前フラットに遊びに行きましたらここにこうずらーってパンさん向井さんのねこうもう手の届く場所にもういろんなお菓子とかジュースとかお茶とか並んであってすごいあ,れあれ食べてんのかな本当に放送中に。 ちょっとこう、なんか、あの、オフの時とかね、なんか。ちょろっと、こう、パクパクしたりするんですかね。うん、そうじゃないですか、ね。いや、私もなんか、こう、になんか、晩御飯とか、なんか、並べてほしい。ぬるくなりますよ。普通 <laughs> ね、なんか <laughs>、なんか、あの、上のセブンで、なんか、買ってきてくれた、なん、なんか、あの、お弁当とか、なんか、こう。スープ春雨とか、なんか、わかんないけど <laughs>。<laughs> わしらのプリンはないのかしら、ないです。 リグジャンボさんごめんなさいあのちょっとなかなかね今の今の我々人類の技術で、ね、こうやってこうプリンを転送する技術はまだないのでないですすいませんあのまあこう,こういかがでしょうかいかがでしょうかこちらはですね、えー、釜焼きプリンでございます,すはいこちらねこんなこんな、えー、形状でございます<前>はいお腹空すいてきた はい、そうですね。え、プリンでお腹すくんですか。ご飯食べました？食べましたよ。はい、でも今日一食でしたけど。あら、一食だけ？はい。だい大丈夫ですか、食大丈夫ですよ。大丈夫。元気元気。元気その一食かなりでかかったんですかね。そうですね。パワフルでした。あ、あれですか。あのー、麺と米丼ぶりどっちも。それ僕それだめですね。あ、ダメですか？T4T はダメです。ななんでダメなんですか？ なんかそのなんかちょっとこう親子ミニ親子丼とざるそばセットとかあ天丼とかき揚げうどんのセットとかそばですかじゃあんかちょっとこうミニ牛丼と天ぷらそばのセットとか豪華だ今日はご飯にあと娘が作った豚汁頑張って作ったんですよ とあとお肉でしたね。はい。以上です。あらいいですね。あでも炭水化物取ってないですね。あでもお米があるんで。あそうなんだ。そう。良、はい、かったですね。えー、じゃあ娘ちゃんの愛でお腹がいっぱいって感じですか。そうですね。うん。えっと川氏えっと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 ニキさんバランス感覚いい。 ありがとうございますあの何気にこう頭の上にものを乗せるというのが何の役にも立たない特技なんですけれどでもすごいですね本当ずっと乗っかってるいやそうなんですよねなんかちょっとまああまり無理はしませんけれどうん何かあ平らになってるとかあるんですか頭の上が多分平らなんですよ はいなんか体 <laughs> 頭のなんかね <laughs> 多分頭蓋骨よく褒められるんですけど <laughs> 美容室行くとあ触られますのでねそうなんかこ多分あの後ろの方が丸くてはい上の方が平らなのかなと思うんですけれどそれがなんかまあなんとなくこう感覚的にあ今今ちょっとこっちだな今こっちだなっていう体感があるんですよね体感体感というかねなんかこううんすいすごい そろそろ外そうかな。ちょっとアホっぽいんですいません。ね、えっとあ鬼塚さんも1日2食だそうです。プリンはカロリーがやばいそうです。えーとしあきらさんが言ってますが、知らん。ん カラメル溜まってるから食べるときは、スプーンをそこに突っ込むように。これどう食べてます?。あ、私、ののは私はで、no no 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 no。私はですね、あのライスカレーもプリンも。あの、もうパスタもなんでも、こう端っこからゆっくりゆっくり,っくりすくっていくのが好きですから、<ー>プリンも。 あのー、例えばですよ、うん、ミートソースのパスタ食べ、はい、はい、真ん中にちょろっとミートソースのってるじゃないですか,っですか端っこから食べると味付いてないところ食べるってことですよねえっとじゃあ中心がゼロポイントとしましょうはい、はい、0ポイントポイントで端っこが10としましょうラグランジュポイント <laughs> 出たラグランジュポイント <laughs> 今日はいろいろガンダムのとかついてますね。<laughs> すこのゼロポイントと端っこの十あるとしたら、私はまあ六から四に向けてフォークを突き刺します。<laughs> すつまり何もついてない面から始まって中心に向かうんですけれど、で,ね、でも中央にはいきません。中央はまだまだ早すぎる。六 <laughs> までですもね。 そう6から4ぐらいまでを目指しまして私はスプーンをねスプーン使いながらパスタ食べる派なんですけれどこうだからスプーンは中央からフォークは端っこからそこでまあ大体4ぐらいのところでねこうまあ合流しましてそこでくるるるってくるるってこう丸まるまるしまして結構量になりますねそうするとそうなんですよ結構大口でかくっていっちゃう大口でパスタは大口で食べちゃう方です はい、えー、っとスキンヘッドにすると形がよくわかるいつかやってみたいなとは思うんですけどでも結構借り上げてるじゃないそうですね伸びてきちゃってるからちょっとそろそろこれもねちょっとちょっとあのボサボサになってきてるんでもう一回そろそろでもなこれから寒くなるしなどうしようかないや上長いじゃないですかそう上が長いんですよだから、ね、か本当にね、あのー、夏は良かったんですよ、はい、すっきりさっぱりするから。 でもまあ、ねまあ、上げてればいいんですけど今日はねあの豊洲のイベントであのヘアメイクさんがあのついてくださって、うん、でいろいろこうあのパフパフねぬりぬりしてくれてで髪の毛もこう、まあ、本当にいつも私こういうあのカチカチでねこうもうんでくるりんぱってこういつもこう雑に合ってるんですけど、まあ、こんな感じでツンツンつき上げてくださいって言ったら。 ものすごい丁寧に丁寧にもうホットアイロンでこう1個1個ねこうトゥルルントゥルルンってカールつけてくれてでなんかこうあのゴムで縛ってでこうまたさらにこうトゥルルントゥル,ルンってカールしてでこうピンなんかピンも,も10本ぐらいあったんですけどポケットに取ったんで,でそれでこう刺し,刺して刺して刺してこう上げて上げてこうスプレーで固めてでまたツンツンツンしてまたジェルで固めてでまたなんかトゥルルントゥル,ルンってカールしてでもうすっごい。 すごい綺麗にやってくださったんですけどあのだから今日ちょっと外したらもうこんなもう今ちょっとね落ち着いてるんですけどあの放送直前までもうヴァンヘイレンかっていうぐらいちょっとねぼわっとしてましたッして,、ね、ワッてそうなので今日ちょっとねもう,もういいやって感じではいあのジアルフィーのメンバーみたいな感じにね。 えですね、キャサリン・コーリーみたいな短髪にしてって、えー、セシル・カットってなんかリクエスト来てますけれど<当>キャサリン・コーリーさんってどん,どんな人だろうググってキャーサーリン・コーリーって、えー、ピクシー・カットが出てこない見つかんないセシル・カットはなんか聞いたことあるだなピクシー・カットってのありますよねあのー ジェンバーキンとかが昔やってた感じあセシルカットかわいいんかベリーショートなんだけどちょっとこう前髪がこうなんかペタっておでこに張り付いてるような感じの短さであこういうのかわいいですねでもねすぐ伸びてきちゃったらなめんどあのメンテナンスが面倒なんだよな多分。 日はショートもねされてましたもんねねー本当にこの番組始めた頃は結構ショートだったんですけれど確かに今はまあ伸ばせるだけ伸ばしてみようかななんて考えてます。えっとえっと。えーっと とえー、ともう一度ちょっとお知らせしていいでしょうかくどいようですが「あの明日私配信 NGSNS も禁止」と歌っています本当かいな、えー、トークショーをね明日代々木のウーファーでやりましてで、まあ、あのゲストがね、えー、鎌倉市議会議員のまこちゃんこと、えー、藤本麻子さ,さんなんですけれどこの方は。真子、ま、ちゃんって言われてるんですか まこちゃんなんなですってなんかそのとあの能條桃子さんが一番最初にこの番組であのお話ししてくださった方で 50s プロジェクトの,の,あのイベントでトークをされた人なんですけど、まあ、そのトークも結構いろいろぶっちゃけてたそうなんですが私と同世代のねあの85年生まれの方でしてもともとバリキャリーウーマンだったんですけれど。うん なそうあのまあ妊娠出産を経て社会にぶち切れるというちょっと待ってちょっとね出妊娠出産社会にぶち切れ <laughs> っていそこのちょっとなんかこう間に何がか何かあったんだろう,うっていうこととかねあ,、はい、あとまあ社会にぶち切れからの市議会議員になったっていうの、うん、ちょっと待ってそこ,のそこもどういうプロセスがあったのっていうところをいろいろねこう丁寧にまあ 私なりに丁寧にあのほぐしながら聞いていきたいなと思っております。はい。でもあのすごくね、こうとてもあのざっくりというかなんか本当にもう思ったことを全部なんか言っちゃうんですって。で、うん、まご本人曰く。はい、だからそこでこういろいろね、あのまあ、周りの同業者の方々 <laughs>、ま職場の方々からね、うんうん、まあいろいろこうまあ。んー 睨まれたりするることもあるそうなんですけれどれまあねそういうまこちゃんにいろいろお話を聞きながら、まあ、今の世の中今の社会ね、こういった人が市議会議員を、えー、やってるということは、まあ、どういった希望とか、うん、不安とか,か,か課題がね見えてくるのかってことをね、えー、選挙ライターの宮原ジェフリー一郎さんと一緒に いいいいいろろトークしていきたいと思いま,すまあ私はこういったその政治とかね選挙の云々っていうことはそこはあんまり詳しくないので、うん、まあそういったところはねジェフリーさんにお願いしたいなと思いながら。 前売り券すでに販売中ですが、えーまあ、1500円でね今ならまだ間に合いますのでぜひそちら、えー、ご検討なさってください、えーまあ、ドリンクもフードもいろいろあって美味しいお店ですので皆さんとねあのお会いできるのを楽しみにしています、まあ、ちなみにあのスタートは7時なんですけれど、まあ、こういつ終わるとかいつ閉めるっていうのは。 <え>特に考えてません<え>もうあはいもう飽きたら飽きたらおしまいにするってそんな感じです恐ろしいイベントですね <laughs> 何も考えてませんね <laughs> でまあ終わったら終わってでねこうまたこれ遅れて入ってもいいんであもう全然もうあの入退場もう自由にしていただければれは,ん、ね、はい、うん、で本当にもうあの私が誕生日イベントやったところなんですけれど、はい、もうすごくこうフラットな場所なんでねステージあるけど本当にステージなんてもう ちょっとあの段差があるぐらいのもので、うん、で終わったらね、まあ本当にいろんな人とおしゃべりしたいななんて思って終わったらまたチェキクあるですか？チェッは今回はないです。<laughs> チェキはあの、あの誕生日だけだけで,、ね、だけではい、そんないちいちでもチェックチ,チェキしてません。<laughs> まああのスマホスマホでね撮るのもありです。<laughs> はいな感じで皆さん今週ももどううありがとうございました、えー、まあ今週はね TBSKSDGs プロジェクト「地球を笑顔にするウィークとしてお送りしてきましたけれどももちろんねあの気候変動以外にも SDGs いろんな目標ありますし SDGs 以外にもいろいろ考えて 行きたいえテーマトピックありますからねそういったところもまた来週以降いつものようにいろいろ掘り下げながら考えて皆さんからのご意見をお待ちしたいと思いますあ年明けらさん前より買ったよありがとうございます,す,すはいお待ちしております一応ねあのあのこれはちょっとあの以前私の誕生日イベントに来てくださった方にちょっとあの恐縮なんですけどあのもう一度 ラジオネーム教えてくださいあのお顔を覚えてない可能性がありますので酔っ払ってましたからね酔っ払ってましたからこの前あったじゃんって言われるかもしれませんけれどもう一度ラジオネームで、あのー、自己紹介してくれればああどうもどうもってなりますのですみません、ちょっとこう学びが遅い本ですので、はい、そんなやつがね学びの番組やってるのはどうなんでしょうね。いや遅遅い,いいですよ、うん うんえー、明日金曜日は砂鉄さんのご担当で経済思想家斉藤浩平さんがまた、えー、いらっしゃってくださいます。1年半ぶりのご登場ですが、えー、待望の新書「僕はウーバーで捻挫し山で鹿と戦い水俣で泣いた」。 というもともと新聞の連載コラムだったものを書籍化されたそうでして、まあ、経済ってなんだ社会ってなんだいつでも問い直すことができる、えー、社世界を変える気鋭の研究者が日本全国を巡り体験し考えたという斉藤浩平さんが現場で学んださまざまなことを本にされているそうです。はい、ぜひ明日もももご参加くださいラジオでも you で YouTube しておりますすすはいいいえー、私忘忘忘れれれたのててななででさん忘れてないんですお顔と名前が一致しない人もいるかもしれないっていうとこですけどうんあのー、酔っ払ったからなのでねはいあのー、2>, <laughs> 2回目は2回目を経たらきっと忘れないと思うけどはいなのでよろしくお願いいたします。 はい皆さんまた来週もしくは明日お会いしましょうまた次も寄ってたりしているかもしれませんスコットさん <laughs> はいまあそれまでねお席はちょっと今こうあのちょっとお席控えていますのではいもう寝ますおやすみなさいお疲れ様でした,でしたどうもありがとうございましたいい夢見ろよ